よく当たるって占い師は。あの、あ、いらっしゃいませ。お客様、お一人様ですか。喫煙席と禁煙席ございます。ファミレスか。何やってんだ。メニューお下げします。いや、メニューじゃねえよ。俺のカバンですよ、ちょっと。はい、どうぞどうぞ、おかけください、はい。よろしくお願いします。はい、あれ、あなた、最近、大きな失敗をしましたね。いきなりっすか。なんで分かったんですか。その頭見りゃ一目瞭然でしょ。反省じゃねえよ、反省の意味込めてじゃねえよ。遅刻かなんかしたの。いや、そういうことじゃねえよ。好きでやってんだよ。いい年して坊主頭ってそれぐらいしか考えられない。大きなお世話だ、そんなもん。好きでやってんですよ。っていうか見た目じゃないですか、思いっきり。占いで当ててくださいよ、そういうことは。じゃあちょっといくつか質問させていただきますけども、あ、はい、あの血液型の方は、あ、 A 型です。 A 型ですか。ちょっと待ってくださいね。はい、 A 型です。あ、思いっきり雑誌じゃねえか。おいおい、何この雑誌見てんの。いや、これ女性しかよく当たるんですよ。乙女か、お前。何ですか、しかもこれこんなで2006年って書いてんじゃないかみたいな。じゃあいくつかあの質問させていただきますね。お願いします。はい、じゃあ、あの生年月日の方。あ、1976年、うん、7月17日です。7月17日ですか。はい、じゃあ大竹しのぶ、八尾純一、シーダブルニコルです。林家ペイか、お前。そんなこと言うそんなのどうでもいいですよね。じゃあ年齢は31です。31歳。はい、貯金はありますか。はい、あります。いくらぐらい。なんでそんなこと言わなきゃいけないんですか、僕が。いや、別に悪いことしようっていう考えじゃないですよ、別にね。あ、そうなんですか。はい、一応毎回聞いてるんですよ。あ、そうなんですか。いくらぐらいですか。いや、100万ぐらいです。100万ぐらい。はい、わかりました。じゃあ暗証番号教えてください。悪いことするんだろう。悪いことするんだろうが、そんなもん。なんでそんなこと教えるの。教えないですよ。いいか、ちょっと占いやってくださいよ。ちょっといろいろ聞きたい。じゃあ水晶使いますから。はい、そうなんですか。誰が水晶だ。誰が水晶だ、これ。ゴールで曇ってるんだと思った。誰が曇った水晶だ。うちでしょ。はい、ちゃんとやってくれよ。じゃあね、はい、じゃあ、いや、これ使わないんですか。あれ、彼女に振られました。なんでわかるんすか。マジで。いや、当てずっぽだよ。マジで当てずっぽだったんかい。初めてだわ、一発目当たんの。初めてだったってなんだそれよ。ぼったくりだろ、お前。な、何言うんですか。全然ちゃんと。何がぼったくりですか。いや、そこら侵害だ。いや、侵害だじゃねえ。何言ってんだよ、私がぼったくりだって。いや、ぼったくりじゃねえか。侵害ですよ。いや、何が侵害。じゃあいいですよ、あなた特別ですよ。今回ね、10万円するつぼ、これ50万円ですよ。ぼったくりだってんだ、それが、お前。これがぼったくりじゃねえか、お前。原価200円ですよ。もう一気にぼったくりだ。誰が買うか、こんな壺。どうでもいいわ、こんな下げろ、お前。そうですか。ちゃんと占ってくださいよ。わかりましたよ、なんか見えるでしょ、いろいろそういうのは僕の。他に好きな人がいますね。え、なんでわかるんですか。本当に当てずっぽかって、だから、お前。本当になんか当てずっぽ。怖っ。お前、どんだけ奇跡起こすんだ、おめえよ。すごい、2回連続。すごいじゃねえよ。だから出てんじゃねえの、俺の。好きな人いるんですよ、ちゃんと占ってくれる。あ、じゃあ出しますよ。はい、じゃあ、あの水晶使います。やれや、早く。それでちょっと出しますよ。じゃあ好きな人ね、出しますから。お願いしますよ。見えるんでしょ。出てきます、出てきます。ショートカットですね。そうです。そうなん。ぽっちゃりしてますね。はい、で黒っぽい服を着て汗をかきながら手を動かしてます、ね、お前じゃねえか、それよ。映ってる、おめえだよ、それ。俺、お前使ったことねえだろ、これ。反射してた。反射してんだよ、おめえよ。ちゃんとやって、はい、出します、じゃあ。出します、じゃあ静かにしてください。好きな子いるから。わかります、出しますから。じゃあ、あの、すごい集中力使うんで静かにしてくださいね。俺が悪いみたいな感じになってない、なんか。はい、じゃあ出ます。あー、出てきてます、出てきます。本当？出てきてます、出てきてます。あー、出ました。元気な女の子です。出産か、お前。おー、高博、今日も遅くまで頑張ってるな。この調子だと志望校は合格間違いなしだな。それがなかなか進まないんだよ。え、どうしたんだ。やっぱりボイラー技師の勉強は難しいね。何の勉強してんだよ。お前何になりたいんだ。中学受験だろ、そのために頑張ってんだろうが。分かってるよな。まあ父さんにできることあったら何でも言ってくれ。父さん頑張っちゃうからな。父さんがあと500万積んでくれたら合格だよ。裏口入学か、お前。焦るかそんなもの。持ってんだ。でもどうだ、勉強ははかどってるか。そんなわけないだろ。え、明日の献立のことで頭がいっぱいだよ。静か。冷蔵庫の残り物も片付けなきゃいけない。主婦かつだろ。そんなお前考えなくていいんだよ。あ、コロッケが半額になる時間だ。いや、主婦かって言ったことないよ。コロッケなんか買いに行かせるか、まったく。勉強の見通しの方が立ってるのかってことだよ。こんなこと言うのもなんだけど、はっきりと見えたよ。お、合格の道がはっきりと見えたか。向かいのマンションの OL は10時に着替えるんだ。覗きか、お前。何見てんだ、お前はよ。
違うだろうが、合格の見通しは立ったのかって言ってんだよ。俺、自信がないよ。何を夜明けのこと言ってんだ。この1年間一生懸命頑張ってきたんだろ。そりゃまあ、恋にクラブ活動に頑張ったよ。勉強してねえじゃねえか、お前。勉強してる、いや、勉強じゃねえよ、お前は。何やってたんだよ、ったく。そんなことよりな、父さんがほら、お前のために、お守りだから、これな、持ってきなさい。そんなにいらないよ。なんでだ。僕は縁起を担ぐタイプじゃないんだよ。そうか、じゃあ夜食作ってあげる、何がいい、カツ丼かカツカレー。思いっきり担いでんじゃねえか。思いっきり気にしてんじゃねえか、そこらへん。勝つという意味だよ。勝つという意味分かってるよ、そんなことは。何を言ってんだ、お守りいるだろ、お前も。実はね、僕自分でお守りももらってきたんだよ。お、そうか。じゃあ2個もあれば絶対合格だな。どれどれ、安産祈願。バカ野郎、お前。いらないだろ、今のお前には。こっちだけでいいんだよ、お前。何をしてるんだ、ったく。とにかくな、じゃあ父さんが夜食作ってくるから。何がいい、メニューをもらおうか。あるわけねえだろ、そんなもん。ごくごく簡単なもんしか作れんよ。何がいい、じゃあ、あん肝。おっさんか、お前。ちゃんじゃ。おっさんかって。たこわさ。おっさんかって。じゃあ、裸になってポーズ取って。デッサンか。何が何を聞くんだ、でも、変化ないだろ、貴様。もう飯作ってやらんからな、お前には。ったく。なんだよ、その言い方。ほんで、やっぱりだよ。何がやっぱりだよ。驚かないで聞いてよ。なんで、父さんはね、父さんはね、僕の本当の父さんじゃないんだよ。そんな、なんでお前が知ってんだよ、お前。逆だろ、っす。なんで俺記憶にねえんだ、それ。何を言ってんだ、お前、バカな子ばっかり。お前はな、父さんに言われた通り、勉強だけしとけばいいんだ、お前は。いい加減にしてくれよ。なんだ。俺はね、今まで、一生懸命勉強してきたよ。優等生演じてきたんだよ。同級生が遊んでる時だってね、一生懸命勉強だけやってきたよ。父さんが敷いたレールの上を歩いてきたよ。だけどね、夢を見つけたんだよ。その夢にね、勉強なんか必要ないんだよ。その夢ってのは一体なんだ。医者だよ。勉強しろよ、じゃあよ。何やってんだよ、お前。あ、ジュースだ。覗きをするな。どうも、中村です。よろしくお願いします。もう頑張っていきましょう。はい、もう頑張ってね、やっていきたいんですけども、はい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 、まあそしてもね、僕あれなんですよ。ですか、これからね、お笑いにとどまらず、ほうほうほう、いろんな仕事ね、挑戦していきたいなと思ってるわけですよ。あ、いいじゃないですか。例えばどんな仕事をやりたい。僕あのね、こう見えても結構ね、声がいいねってよく言われるんでね。ほうほうほう、ありがとうございます。いや、誰も何も言ってないですよ。拍手も何もしねえよ、それは。声がいいって言われるんで、ナレーションとかね、やってみたいんですよ。ナレーションはね、でも声がいいだけじゃダメですからね。なんで、何が滑舌が良くないといけないですよ、あれは。俺、滑舌は大丈夫で。滑舌って言ってるよね。その時点でやばいからね、これはもう。うん、早口言葉とか得意？早口言葉得意です。あ、そう。はい。じゃあ、俺、ちょっと言うから、それついてきて。はい、うん。はい。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄ばんじゃった。黄パジャマだよ。知らねえよ、黄ばんだ話なんだよ、そんなの。アメンボ赤いな、アイウェオ。赤んぼ赤いよ、血まみれよ。怖えよ、なんか。何血まみれって怖えな、お前。カエルコトコト煮込んだよ。ピョコピョコだよ。コトコト煮込むな、そんなもん、お前。隣の客はよく家畜に間違えられる。かわいそう。どんな顔してんの、それ。よく書き食う客でしょ、あんた。分かってない、早口言葉。早口言葉でしょ。だから、東京特区国家局みたいな。全然言えてねえじゃねえか。全然言えてねえじゃねえか。お前言えんのか、じゃあ、それ。言えますよ。東京都世田谷区上馬一。俺の住所じゃねえか。危ない、危ない、お前。早口言葉言ってみ、つってんだから。バスガスケツ。短い。ガスケツって何それ。タコの赤ちゃん。それは何それは。タコの赤ちゃん。タコの赤ちゃん言いやすいし、すごく。可愛いじゃないですか、タコの赤ちゃん。可愛いだけじゃないでしょ、そんなの。違う、だから、ちゃんとできなきゃいけないんですよ、滑舌とかは。いや、でも ね、大丈夫ですよ。僕、ナレーションやってみたいんですよ。どんな番組にやりたいの。僕、小さい頃からの動物が好きで、野生の王国とかね、動物の生態をこう言っていくみたいな。あんなの難しいですよね。雰囲気とか作んなきゃいけないんだから、結構。僕、雰囲気大丈夫。ちっちゃい頃から見てたんで。あ、大丈夫。おいおい、シマウマくん。ほら、ほらほら、後ろからライオンが近づいてるよ。早く逃げて、あーん、食べられちゃった。お次も野生の王国から、まずは OK シーン。NG 大賞じゃねえかよ。OK も NG もあるか、あんな世界の。お前、全部 OK だね、あんなのは。違う、もっと、真面目な番組なんだから、落ち着いた口調でやんなきゃダメなの、あれは。ハイエナが水浴びをしています。あ、ハイエナとかいい。そこに違うハイエナの群れがやってきます。あ、やってきたんだね。このハイエナはまだ眠っています。まだ寝てるんだ。そこにまた別のハイエナの群れがやってきました。こうやってきたね、ハイエナね。このハイエナはまだ水浴びをしています。まだ水浴びしてると。そこにハイエナの天敵が現れました。ハイエナです。うるせえな、お前。ハイエナ、ハイエナばっかじゃん、お前の話さ。もしくねえ。ハエです。ハエですじゃねえよ、お前。ハエがたかってます。うるせえな、誰がハエたかってるだよ、お前。ハイエースです。いや、ワゴン車じゃねえか、ただの。お前8人乗りなのに。何でもいいわ、そんなのは。でも10人降りてきました。うるせえな。
わけわかんないからいいの、ちゃんとだから動物のさ、いろんな動物出して、ハイエナだけじゃ面白くないから。これは生まれたばかりのガゼルの赤ちゃんです。あ、ガゼルの赤ちゃん可愛いですね。生まれて間もないこのカバはもう一人で立ち上がろうとしています。1時間もするとよろけながらですが、シマウマは歩けるようになっています。1ヶ月もするともう親ジャッカルと見分けがつきません。このライオンはゴリラです。意味わかんねえ。なんだこのライオンはゴリラですって、お前出しゃいってもじゃねえんだよ。出せって言ったからじゃん。いやだからもっとじゃあ狩りとか、ああいう狩りのシーンとか結構インパクトあるから。あれ、チーターは狩りの天才です。あ、チーターいいよ。チーターが何かを見つけました。年老いたムツゴロウさんです。なんでいるんだよムツゴロウが。お前、逃げるチーター、追うムツゴロウ。いや逆だろ、追うのムツゴロウが。どんどんその差が縮まります。早えな、おっさん。おい、ついにチーターは捕まり、捕まったのか。頭を撫でられてしまいました。わしゃわしゃやれよ、シャ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 言って。こうなったらチーターも一巻の終わりです。いやそんな大げさなもんじゃないけど。これが野生の王国なんです。ムツゴロウ王国じゃねえかよ。いいんだからちゃんとやって、真面目に。この水浴びをしている珍しい動物はチャゲです。いやチャゲかよ今度。いいってチャゲとか。チャゲはアスカの仲間です。猫科みてえに言ってんじゃねえの。アスカだからあれは。チャゲはひときわ高く鳴くことを余儀なくされています。いや高音だからね、あの人は、うん、これがサバンナの掟なの。チャゲ足の掟じゃねえかそんなもんは。ちゃんとやれや、サバンナの掟。日曜の夕方になると必ずやってくるこのひときわ目立つカラフルな集団は落語家の群れです。笑点だろそれ、ただの。群れが一斉にボケ始めます。いや大喜利やってるだけ。年老いた歌丸を楽太郎がいびります。そんな絡みあるよ、毎回毎回あるけど。チャランという鳴き声が聞こえます。いやコンペコンペ。それ菊蔵はラーメンを作っています。いや作ってばいいね、本番中に作るかそんなもん。お前ピンクのやつは黙っています。いや好楽だよ。ピンクのやつってキャラ弱えけども。ちょっとコヨーテが滑りました。コヨーザだよ。なんでコヨーテがいるんだよお前。ほら円楽の頭をムツゴロウが撫でます。いやなんでムツゴロウがいるんだ。ゴリラじゃねえんだからよお前。それでも山田君は布団を運ぶのです。いや座布団だよ、布団は運ばねえよお前は。これがサバンナの掟。いや蒼天の掟。いや蒼天の掟でもない。めちゃめちゃだ、いい加減にしろお前は。ツッコミが入ったので終わります。これが漫才の掟なのです。もういいよ、どうも。このデパート初めて来たけど結構広いんだな。完全迷っちゃったな。あ、インフォメーションがある。すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど。090-23。携帯番号じゃねえ。なんでナンパみてえになっちゃってんだよ。簡単に押しすぎでしょあんたも。ほいで、いやいや場所を聞きたいんですけど。それでしたらそこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です。誰が坊さんだよ。いやお寺行きたいわけじゃないんですよ。売り場をねちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね。家財道具なん、ちょっと人の話聞いてんすか。知らないおじさんと喋るなって言われてるんで。子供か。誰がおじさんだよ。売り場を教えてよ。ちょっとバリカンコーナー地下1階です。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り、ギフト売り場。ギフト売り場知ってます。ギフト売り場、はいはい。ああお気遣いなく。お前にじゃねえよ。なんであんたに買ってやんねえいけない。じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをね、いろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますのでまとめていってください。本当それ助かる、はい、ちょっとねいろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい。ベッドってどこに売ってます。セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ別に。買いたいのベッド。ベッドですか、はい。あとね、他は家電、家電はどこに売ってますかね。それでしたら一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えんなよ。他の店教えてどうすんだよ。何やって他は。あと、あ、おもちゃ売り場って何階ですか。子供用ですか、大人用ですか。子供用に決まってんだろお前。何言ってんだお前。子供用、はい。何だお前。他はあとね、あ、スーツ欲しいんだ、紳士服売り場ってどこですか。あ、それでしたらきび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎か。その前に熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだよ。何言ってんだこいつ。腹なお前。妻は博多真由子です。は、博士太郎か。何が、てめえ何かその頭叩いてんだこの野郎お前。ふざけんじゃねえぞお前。責任者やべってめえこの野郎お前。ってな、そんなこと言ったらちょっとトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ。あ、大ですか小ですか。なんでそんなこといじってかなきゃいけねえんだよお前。もしかして中。なんだ中ってよお前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。 あちらになってます。あ、向こう、はい、うわっやばい、財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか。あ、お財布ですか。はい、こちらのお財布でしょうか。いやそれじゃないですね。じゃあこれですか。いやそれでもない。じゃあこれですか。的漁師かかお前。なんだ次々よ。これじゃない、これじゃないっすよ。あ、じゃあ届いてませんね。はい、あと車のキーも一緒に落としちゃったんですけど届いてないですか。あ、そちら届いておりますよ。本当、はい、よかった。おめでとうございます。 MVP か。なんだこれお前、こんなもんってあるかお前。もういいわ、一緒に来た友達に探してもらうから。ちょっと呼び出しかけてくれる。はい、かしこまりました。
犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が詐欺だよ。いい加減にする。あれ、あの今日から新しいアシスタントの子を組んだね。うん、まだ来てないの。あ、どうなってるの。すいません。すいません。えらいの来たな、おい。君が新しいアシスタントってのは。本当にすいません。今日からアシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。初回から遅刻ってどういうつもりだよ、それ。少しでも先生のことを詳しく知ろうと思って、先生のうちに上がり込んでました。空き巣か、お前。何してんだ、勝手に上がり込んで。いや、大丈夫です。大したものなかったんで。うるせえよ、お前。あるよ、いろいろ。何言ってんだ。もう、もういいや。とりあえず、じゃあ番組始めましょう。はい。本番いきまーす。5秒前。4、3、2。こんにちは。3時間6分クッキング。長えよ、おめえよ。何時間やってんだ、お前。3分だ、3分。3分クッキングです。はい。それで今日は何を？今日はね、カレーを作っていきますよ。え？私さっきカレー食べてきちゃった。知らねえよ、おめえの事情。なんでお前に合わせなきゃいけねえんだ、俺は。食べたんじゃなくて飲んできたんです。デブか、お前。デブの発想じゃねえか、カレーが飲み物なんて。カレーいきますよ、はい。美味しいカレー作りますからね、はい。やっぱりカレーはね、大人から子供までみんな大好きですからね。うん、2ヶ月前に別れた彼も、大好物でした。さあ、それじゃあね、材料の確認しましょう、はい。まずはこれ、北海道産のジャガイモでございますね。彼も北海道出身だったんです。さあ、そしてですね、こちら、人参でございますね。彼は人参嫌いだった。うるせえんだよ、おめえよ。何、失恋話につなげてんだ、いちいち、この野郎。大丈夫です。私、立ち直りましたから。いや、別に励ましてねえよ、俺、別に、はい。忘れろ、それは。今、仕事に集中してくれよ。じゃあ、材料確認、もう一回しますよ。はい、ね、これが玉ねぎですね。はい、はい、でじゃがいもですね。こちらの大きなじゃがいも。誰がじゃがいもだとね。あれしてんだこの野郎お前は、はい、こういったものを入れていきますからね、はい、そしてチョコレートも用意しました。はい、はい、チョコレートは隠し味に非常にいいですからね。え、合間にかじるんです。完食かお前。何チョコかじりながら番組やってんだこの野郎。入れるんだよ隠し味で、はい、じゃあ早速ね作っていきたいと思いますよ、はい、それでは先生下準備の方お願いします、はい、はい、まずはですねこの人参をさいの目に切ってってくださいね。ちょうど奥歯ぐらいの大きさですね、そしてねこの玉ねぎの皮を剥いてってください、ね、足の裏の皮を剥くように。はい、そしてこのチーズを粉状に削って頭のふけぐらいで、ね、汚ねえんだよおめえよ。下手くそか、例え食いたくないわそんなもの。なんだお前は、ちゃんとやりなさいよ。あの細かく刻んだ野菜を鍋に入れて火をかけますね、はい、はい。そしてですね、あらかじめ炒めといたお肉をですね鍋に入れたいと思います。お肉を出してください。はい、はい、はい、こちらをですね。あれ、お肉が減ってんな。何ですかね。おめえ食ったろこの野郎。おい、何食ってんだ材料。毒味です。毒味じゃねえよ、はい、お前何やってんだお前。食うんじゃないよもう、もういいや。はい、はい、じゃあこれで、お鍋にお水を入れていきます、はい。さあ、ここからでございますよ。ここで先生のマル秘レシピです。はい、はい、隠し味にですね、はい、醤油を少々。醤油ですね。はい。はい、そして、はい、すった生姜を少々。はい、こちら生姜。はい。はい、そして最後に日本酒を。はい。飲んでんじゃねえよ、お前。わかりやすい、わかりやすいな、おい。わかりやすい酔っ払いか、お前。これ、アップじゃねえよ、お前、この野郎。何飲んでんだ、お前は。もういいや。でですね、ここでルーを入れます。ムーンにフィット。大芝か、お前。なんでルー大芝やったんだ、今。カレーのルー入れんだろうがよ、はい、カレーのルーを入れまして30分ほど煮込みます、はい、はい、こちらがですね30分煮込んだものになります、はい、こちらですね、はい、そしてこちらが、お皿に盛ったものになります、はい、そうですね、そしてこちらが、食べ終わったものです。走りすぎだよお前。いいんだよこんなことしなくてよ。煮込んだものだけでいいんだ。しまえこんなものお前は。はい、すみません。はい、じゃあね、煮込みましたんで、はい、だいぶ良くなってきたら、はい、じゃあ開けてみましょうか、開けてみましょうか。うわー、この続きは CM の後。バラエティーかお前。この後カレーに何かが起こる。バラエティーかっつんだよ。続きはまた来週。バラエティーかっつんだよ。おらー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 、あー、はい、OK です。嘘つけよ。 OK です。絶対 OK じゃないでしょ。やべえとか言ってたでしょ。ちょっと大丈夫。お客様、レギュラーと俳句どうされますか。じゃあレギュラーっていうかこっち来てやってよあんた。あの車に足踏まれて動けないんです。やっぱオケじゃねえじゃねえか。何してんのあんた。偉いことなってんな。もう何やってんだよ、はい、もうすみません。まったく。はい、お客様レギュラー早く。ちょっと大丈夫大丈夫。すみません、私あのガソリンの匂いが生理的に無理なんです。やめちまえよ。なんでスタンドで働いてんだあんたよ。克服のために働く。そうなの、はい、それはレギュラーちょうだい。レギュラーレギュラー満タンでよろしかったですか。いや今日持ち合わせないから10リッターでいいや。レギュラー10リッターだけ入ります。だけとか言うなよ。10リッターだけ入ります。だけとか、お願いします。感じ悪いな。いいよ、分かったよ。満タン入れて満タン。はい、かしこまりました。なんだよ感じ悪い。短パンかお前。誰が短パン着たよお前よ。レギュラー短パンで。レギュラー短パンの意味が分かんねえよ。レギュラー短パンでじゃないですか。満タンっつったんだよ、はい、
ワンタンか分かりづらいよ。何かと思ったこれよ。なんでワンタン、満タン。あー、かしこまりました。何言ってんの、はい、この人。イエ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 イ、レギュラー満タン、入れるの簡単、準備は持ち万端。ラッパーかよ。なんだそのダセーラップはよ。主食は乾パン、時々残飯。どんな生活してんの。何言ってんだおめえ。ダセー、イエ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 イじゃダセーだ。上げてけ、上げてけじゃねえ、上げてけ、ズボン上げてけ。お前のことじゃねえかそれ。何言ってんだよ、ノリノリ。おい、上げろや。まず上げてけ、上げてけじゃねえよ、上げとけ最初から。はい、何言ってんだよ。ちょっと早くやってよ、もう時間がないんだから。レギュラー10リットルだけ入ります。言うなすいちいち、お前、はい、感じ悪いな。あ、お客様窓拭きましょうか。あ、拭いてよ、はい、じゃあ窓閉めてください。お客様窓閉めてください。いや閉めたよ、だから。いやいや、社会の窓だよ。じゃあ拭きます。どっちの窓拭いてんだよ。どっちの窓拭いてんだよ、おめえよ。すいません、お客様。ついうっかり、あ、もっこりしちゃって。ハードゲーか、お前。すみません。どこ触ってもっこりしてんだ、おめえや。ごめんなさい。だからもうすけよ、早くや、あったく。はい、あ、お客様、そういえば、履いたらお取り返しましょうか。あ、交換してよ。履いたら、はい。あ、ちょっと、あ、ちょっと、お前。ごめんなさい。ついもっこりしちゃって。ハードゲーかってだから。いつまでもっこりしてんだ、おめえや。履いたらの方ね。いや、拭けよ、まず、お前、これ、お前、こんなもん、お前、ちょっと、お前、すみません。これ、窓拭いた雑巾じゃねえか、お前。汚ねえよ、お前、もういいよ。交換しろ、早く、お前。着車だな、ここ、お前。なんだよ、お前。でかいな、この灰皿、お前。これ半年もいけますか。入んねえだろ、こんなもん、お前。いらねえよ、お前。俺の持ってこう、お前。何勝手に交換してんだ、お前。じゃあ、これで、はい。返せよ、お前。たぐよ。あ、そうだ。俺さ、この前ここ来た時、多分だけど、鍵落としたと思うんだけどさ。あれ、お客様のですか。あった？ありました。ちょっとこれ、ごめん。持ってきますね。はい。よかった。俺、めっちゃ探したの。助かるわ。MVP か、お前。こちらになりますけど、こんな鍵誰使うんだ、お客様じゃないですか、これ。違うわ、普通の鍵だよ。 MVP 取ってない。取ってねえよ、俺の名前。申し訳ございません。で、誰のだろうな、これな。誰が落としたんだよ、これ。いや、むちゃくちゃだな、ここはもう。今ですね、無料でタイヤの点検してますけども、どうされます。あ、無料でやってんの。無料ですよ。お、じゃあちょっとやってもらおうかな、はい、いいですか。うん、はい、やって。わかりました、はい、タイヤ4個ついてます。分かってるよ、なるほど。OK。 誰がちゃんとついてる。空気圧の点検だろうが。空気圧ですか。入ってます。ボールか、お前。入ってます、空気。空気なんか入ってねえよ。あ、ちょっと抜けて、抜けてねえてめえ、この野郎。いいわ、点検なんて。あ、そうですか。あれだよ、お前。あとね、今ね、戦車の方がお安くなってますよ。あ、そうなの。はい。いくらぐらい。ね、米軍仕様で5億3000万です。戦車じゃねえか、それ。戦車洗う方じゃねえの、お前。いいよ、そんなの。何やってんだ、お前。ガソリン10リッターだけ入りました。ちいち言わなくていいんだよ、はい、入りました、10リッターだけ。10リッターだろ、お前。上がったよ、お前。あの、お支払いの方は現金かカードでよろしかったですか。当たり前じゃねえか、そんなもん、お前。現金かカードでどうやって払えっつんだよ。あの、体で払いますけど。気持ち悪いんだよ、お前。やっぱハードゲーだろ、お前よ。現金に決まってんだろうか、お前は。あ、そうですか。じゃあ、事務所の方に行ってください。あの、店長が全裸で待ってますから。体で払わねえっつんだよ。皆さん、こんにちは。テレビショッピングのお時間です。今日もいろんな素敵な商品をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、はい。いやいやいや、まず最初の商品なんですが、はい、最近太り気味だな、運動不足だな、なんて方にうってつけでございます。え、なんですか。食事を減らしましょう。さあ、アドバイスか。最初の商品いきましょう。商品紹介するかと思ったじゃねえかよ。最初の商品はこちらなんですね。ああ、包丁ですね。この包丁切れ味最高なんですよね。いやー、でも結構ね、キュウリとかくっつくんですよ。でも全然そんなの気にならないんですよね。子供が触ったら危険ですからね。子供の見えないところに置いておけば大丈夫ですからね。でも夕飯の時にお客様が来て、うん、お母さんが売る気あんのか、お前。なんでそんなこと言うんですか、はい、気をつけましょうね。気をつけましょうねじゃないでしょうか。次の商品はですね、こちらのお醤油なんですけれども。お醤油。はい、こちらのお醤油、はい、あのちょっとわけが違うんです。え、一体何が違うんですか。このお醤油、お取り寄せするのに3ヶ月も待つんです。皆さんぜひ取り寄せてみてください。自慢かい。売れよ、あんた。さ、売ってくださいよ、ちょっと。さ、続いての商品はこちらですね。デジタルカメラ。あ、うん、これ実は僕使ってるんですよ。あ、そういえば使ってましたよね。満員電車で下からカシャって。盗撮か。誰がそんなことしますか。普通に使ってますよ。そうです。でもね、このカメラ画像は最高ですし、操作は簡単、とにかく完璧なんですよ。さあ、次の商品。食いつけや。いいこと言ってんでしょうか、俺。次の商品。いいこと言ってますよ、この商品の。はいはい、はい、次の商品いきましょう。本当。次の商品はものすごいです。こちらの肩たたき。子供か。誰が子供か
金出すんだよ。俺からこちらのロボット。子供かって言うの、はい、自由研究じゃねえかこんなもん。首飾り子供かって言うの、お誕生日会じゃねえかこれ。なんだこれよ。オオトカゲコモドか。何がコモドか知るか。これコモドオオトカゲだ。知らねえよそんな種類。コモドオオトカゲ、なんで俺が叩かれないといけねえんだったかよ。ちゃんとまともに商品を紹介してくださいよあんた。さあ次の商品はこちらですね。こちら来てください。こちら高級羽毛布団。うわー、はい、ふかふかですよ。ふかふかでしょう。すごい。ちょっと寝てみていいですか。どうぞ。うわーすごいなこれ。どんな、あ、すごい寝心地も最高ですね。そうでしょ、ね、じゃあ僕もちょっとお邪魔しますね。うわー、いやー、いやでもいいですね。ふかふかねー。しかもこうやってね、うん、男同士寄り添っても全然怪しくない。怪しいわ。怪しいに決まってるでしょうが。堂々とベッドインできますよ。いやできねえよ。何堂々とベッドインしてる。しっくりきたところで。いやしっくり来ねえよお前。次の商品こちらです。どうぞ。何者だあんたはよ。次の商品ですね、こちら今人気沸騰中のロデオボーイ2です。これ大人気なんですよね。乗り心地はどうだいハニー。もう最高。本当の馬に乗ってるみたい。そうだろう。じゃあその馬に人参でもあげてみては。わお。欧米か。やだ。そんぐらいもやらせてんじゃねえよ。ちゃんと商品を紹介しなきゃいけないでしょうが。あは。欧米かってだから。あはんじゃねえよ。時間ないんだよあんた。ちゃんと商品、ね、売る気ないのか。売れよ、次の商品ですね、時計ネックレス電子一郎ですね、うん、あとそっちのところあれやっつけかお前。一個一個丁寧に紹介しなきゃダメでしょうが。本当にですね、お時間の方が来てしまいましたけれども、そろそろあのお友達の方アルタかって言いたことねえんだぞ。そうですね、アルタかってだから犬も歩けば、はい、カルタか。見知らぬ男女がくるくる回りながらいろんなリズムでダンスを踊るサルサか。何がそれは。俺一言も言ってねえじゃねえか。そこあんたら叩かなきゃいけねえんだめ。本当にお時間の方が来てしまったようなんですが、なんと今日紹介した商品すべて手数料はなし。うわこれはありがたい。しかもご購入後のアフターケアなんですが、これが大事なんですよね。他の通販とはわけが違います。一体どういうことですか。アフターケアなし。手数料なしみたいに出ないよ。ここはしなきゃいけないでしょうか。さらに同じ商品をもう一つつけてお値段なんと2倍。普通じゃねえかそんなもん。2個売ってるだけだろうが。しかも送料は無料。おお。自分で取りに来てください。もう通販じゃねえじゃねえか。ここは届けろや。こいつが届けます。なんで俺が届けなきゃいけないんだよお前よ。電話番号は東京03、大阪06、京都075。どこかけりゃいいんだよ。インビテーションナンバー18、ハカ&パーシー The 漫才。はい、ね、もう今年も残念で出させていただくということで、ね、いや嬉しいです本当に、ね、感謝しておりますけれども ね、まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。終わりですね。早かったです ね、来年は2020年。なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね、役者ドラマに出たいです。ドラマね、はい、何のドラマがいいの。警察ものね。ああ刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね。いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう、あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込み、ね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾荒らさんな。そうですか、長期戦になりそうですね。そういうこった。ま、一息つきましょうよ。おー気が気じゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし OL か。なんで俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃないの。いや一息でメイクしてねえし大体が。あ、そうか、腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチかおい。何コース料理食っちゃってんだここで。パパッと食えるもんだろ。ケフテですとメジメッキチョルバスです。これは何だ。トルコ料理です。いや知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんね。水分全部持ってかれちゃうから飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのかおい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞお前それ。いや違う、こういう状況で食うのあるだ定番のあれ。パンと焼きそばです。挟んでこいよおい。焼きそばパンで持ってこい。何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばです。かぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね、うん、ここスイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。残パンです。なんで残パンだよ俺。いや違う、アンパンと牛乳。アンパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。なんて牛、邪魔でしょうがねえこのやつ。いやいや俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ、先言えや。じゃあ取り調べなんかいいじゃん。いい、ね、迫力あって、ね、メス、オス、そうそう、メス、オス、メス、メス、取り調べ見たことあんのかおい。ひよこのオスメス調べる取り調べとめ、刑事ドラマで見たことあ、で全然分かってねえじゃねえかオスメス。難しいんだ、首ばっかかしげて。
全然できてないね。いやいやお前ね、俺はもっとね緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何を、だから人質取って立てこもっての説得みたいなね、あの銀行強盗で、そうそうそう、あれ確かにいいね、あれいいでしょ、うん、おい現場どうだ、はい、銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が人質の内訳は男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ、それとライガーです。なんでだよおい、なんでライガーとか出してる。ライガーがマスクをかぶったまま銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら防犯ブザーを押されたそうです。もうライガー犯人じゃないかそれよ、はい、愛じゃねえんだよ。打ちますか。打ちますかじゃねえんだよお前。ライガーとか出すのお前緊張感なくなるから。皆さんライガー知ってますよね。いや違う違う、なんで受けないんですかみたいな顔してて一回も受けたことねえんだこのくだりは。お前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけども、このざまだよお前。いや俺が滑ったみたい。お前が滑ったんだよ。ライガーだ。ライガーじゃねえよ。滑ったのはライガー。ライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前。なんで俺の名前がってなってるよお前は。全然受けねえじゃん。いいんだ、いいか、受けたことがないんだから。ここはもうしょうがない、もう忘れる忘れる。お前はで犯人の特徴は何なんだ。赤い T シャツに下はすっぽんぽん、隣に小さなピンクの豚みたいなやつ。熊のプーさんだねそれ。なんでプーさんが現れてんだ。撃ちますか。撃ちますか。街に熊が出てきたんじゃねえんだぞお前は。犯人の特徴、見た目は子供なんですが頭脳は大人なんです。こんなんだね、はい、こんなんですね。こんなんとは言ってねえ、名探偵コナンだっつってんだ。いいんだアニメとか、まあ、犯人の特徴、イタリア系アメリカ人ですね。外国人反応か。ヒゲにオーバーオール、右手にキノコを持ってます。スーパーマリオだねそれね。スーパーマリオ、左手には星を持ってます。スターマリオだ、無敵で触ったら振ったら。うるせえよお前。あれってゲームとかいらねえんだよ、ちゃんとした人間でやれお前、はい、犯人の特徴はキリストのような見た目でベルディのユニフォームを着てます。ラモスだねそれね。前世紀のラモス。いいんだお前、日本人でやれよお前。ラモスは日本人ですよ。そうだけど、ナモスは誰よりも日本人です。分かったよ、日本のために聞かせたんです。悪かったよお前、青い目の侍です。どんだけ好きだよラモスが。ラモスとライガーが好きです。なんでラモスとライガーが好きなの。もういいから、もういいよ。じゃあ犯人の要求は何なんだ。犯人の要求はでかいしゃもじを武器に隣の晩御飯を見せると。ヨネスケかおい。ここを世界遺産にしろと。ユネスコ、サワホマレを中心としたイレブン、ナデシコ、アミーゴ、メキシコ、サヌキうどん、シコシコ。わかんねえって。シコシコ。わかんねえって。それはそれはシコシコ。急に出てこないって。もういいよ、俺直接犯人と喋るから。おい犯人、今すぐ出てこい。明日で丸2年だぞ。何やってんだ俺ら。2年間もこんなやり取りしてんのかお前。じゃあいいよな、犯人のお母さん呼ぶ。あの巻き落としみたいな。犯人、お前の母さんが来てくれたぞ。早く実施しろ。さもなきゃてめえの母さんぶっ殺すぞ。おめえも犯人みたいじゃないかお前。いいから、目には目をです。おい犯人、お母さんが来てくれたぞ。お母さんお願いします。あんたバカなことやめて早く出てきな。そしたらうちの年が出世できるんだよ。俺の母さんじゃねえかよ。久しぶりだね。久しぶりじゃねえんだよ。たまには顔見せるんだよ。なんで俺の母さん来ちゃったんだよ。犯人の母さん。母さんお願いします。あんたどうしてそんなグレちまったんだい、クソ太郎。名前のせいだよ。なんでクソ太郎にしたんだよ。おじいちゃんからからし品文字をもらって。お前じいさんなんて名前だ。おいクソ吉です。どういう一族だ。おい何クソ残しで来ちゃってんだよお前は。いいからちゃんとして。お母さんお願いします。あんた今日晩ご飯いんのかい。のんきだなお前。いかがでしょう。そしてこの初登場から1年後に反響を呼んだタカトシの強烈コント。おはようございます。来てくれたのか。なんかすまねえな、わざわざ見舞い来てもらって、うん、いや師匠がね退屈してんじゃないかなと思って本持ってきたんですよ。おお気が利くじゃねえか。どんな本だよ。ホットペッパーです。 OL か。ただで配ってるやつじゃねえかこれ。いやでもほらお金のない若手芸人にとってはこれ便利なんですよ。何がお金ねえだよお前、聞いてるぞ。もうすぐお前の初舞台だろ。はい。調子の方はどうなんだ。順調です。おおそうか、はい、でもなお前そのツッコミが下手だからな。何言ってるんすか。僕だってねツッコミねもう上達しましたよ。本当か。本当だよ。いやいやいや今やらなくてもいいよ、ボケてねえんだから。もうじきボケるだろ。やかましいよ。もうじき永遠の眠りか。もういいよ。俺人の名バカバカだだけだもんやろお前は。何しに来てんだお前。実は今日は大事な告知があってきました。告知言いにくいんですけど年内中に。そんな初めてやるんで見に来てください。ライブ告示かよ。すっと言えそんなことお前。びっくりしただろうか。よでも師匠死なないでくださいね。死なねえよ。死なないでくださいね。大げさなんだよおめえは。もし師匠が死んだら、もし師匠が死んだら一体誰が師匠の奥さんと娘さんと僕の面倒見るんすか。お前は頑張れよ。冗談っすよ。冗談じゃねえよ。ったくでもなおめえがやってることもまんざら間違いじゃねえな。どういうことですか。自分の体のことはな自分が一番よく分かってんだよ。え、嫌ですよ師匠。何言ってるんですか。俺ももう長くねえ。え、
持ってせいぜいあと1ヶ月だな。バナナか。何がだよ。持って1ヶ月バナナですよ。バナナ以外にもあんだろうがよ。1ヶ月はバナナですよ。なんでバナナに限定だ、こら。真面目に聞け。とにかく俺はもう長くねえんだ。嫌ですよ、師匠。それでな、お前に頼みがあんだ。何ですか。俺の娘もらってくんねえか。2ヶ月待ってください。死んでるよ。1ヶ月しか持たねえってんだろうが。バナナか。バナナじゃねえ。やめろ、それ、これ。お前全然分かってないな。何がすか。お前な、芸人として一番大切なものが分かってないんだよ。分かってますよ。一番大切なことは命です。皮肉か。1ヶ月で死なないということです。皮肉か。ハンバーグです。ひき肉か。何が分かるか、これは。お前めちゃめちゃだな、お前。もういいよ、お前の話してること全部話したもん。もういい。そうですか。じゃあお友達の方。いいともか。もう帰れ。どうも、夢健太キヨでございます。ということでね、我々、夫婦夫婦漫才でやらさせていただいてるんですけどね。そんな距離でお前ね、漫才やるんだっていうことでございますけれども、まあ今日もね、お客さん、綺麗なお客さんばっかりでございますな。出た、女好き。非常にお人形さんのようでございます。そうやっていつも口説いてんだろ。端からね、日本人形、フランス人形、わら人形、泥人形面白くないね。そんなことはございませんけれども、非常にべっぴんさんでございますね。べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさんセンスないね。いやいやいや、非常にね、あれでございますけれども、まあ最近は健康ブームなんてことを申しましてね、私もメタボが気になってきたんですが、この肥満の三大要素というのがございます。高カロリー、高血圧、氷砂糖が好きなやつ。本当にウケないね。ずっと滑りっぱなしだね、あんたは。けれどもね、まあ各有私も気になりまして、毎朝ウォーキングというのをね、やっております。嘘ですよ。やってますよ。この男ウォーキングなんかしてませんからね。いやいや、本当にやっております。だいたい昼過ぎまでぐーたら寝てるんですから、いやいや、ウォーキングするときは女のケツ追っかけるときだけだろうが、この野郎。まあまあ、とにかくやっておりましてね、とにかく人間の衰えは下半身から来るな。下半身ばっか元気じゃねえかよ、言っておりますけれどもね。でも一番怖いのは体の衰えより脳の衰えて。脳はもう衰えてんだよ、てめえは。言っておりますけれども、以前テレビ番組に出演した時に大学。嘘ですよ。テレビなんか出たことないんですから。いやいや、ラジオに3回出ただけ、もっぱら劇場ですからね。いやいや、こういう見えばっか張るんですよ、この男は。いや、まあまあ、とにかくその知り合いの大学の、ほらね、知り合いのって変えたでしょ。さっきテレビって言ってたのに、こういう見えばっか張るんですよ。大体ね、この男はね。うるさいな、お前は。なんだよ。とにかくね、その大学の教授がおっしゃってたんですがね、脳というのは使わなきゃ衰えるということでね、ことわざなんか思い出してみるといいらしいですよ。今日は思い出してみようかなと思いますね。犬も歩けば棒に当たる、猿も木から落ちる、猫にこんばんは。はい、滑った脳あるタカは爪を切る、はい、面白くない。トラヌタヌキの皮パンツ、はい、鼻毛出てる。桃栗三年僕中年、はい、口臭い。押してもダメなら帰りましょう、はい、イカの死骸みたいな顔。いい加減にしろよ、お前は。突っ込めよ、 M1 だぞ。突っ込んでやるよ、金やれ。何すんだよ、お前。何だよ、何すんだよ、お前。この野郎、何だよ、やった。あいつが見えばかって、ああ、それが一番受けてるじゃねえかよ。見えばっか張るからだよ、気持ち悪いな。なんてことすんだよ、なんてことするんじゃねえよ。てめえが浮気づくんだろうがよ。だからあれは違う。ああ、聞けよ、お前は。なんだよ、俺の話聞けよ。あれはな、だから聞けってんだよ。なんだよ、あれは、だから聞けよ。聞きたかねえよ。どう考えたら誤解じゃねえじゃねえかよ。言ってんだよ、お前。なんなんだ、あの領収書よ、ジュエリー巻きのって宝石じゃねえか。どうせスナックのババアに貢いだんだろうがよ。そんなことするわけねえだろうが。聞けってんだよ。今日は大事な日だろうが。 M1 なんか関係ねえんだ、私には。 M1 のことじゃねえよ。なんだよ、今日は俺とお前結婚25周年の日だろうが。ああ、もらえない、もらえない。私ケンちゃんひどい。いいからつけてみろ。こんな姿にさせちゃった。いいから。こんなひどい姿にさせちゃった。私もらえない。
貸せもらえないよケンちゃんやめてぴったり25年間今までありがとう。これからもよろしくな。ケンちゃん好き。俺もだよ。これがね、うちの不動産のおすすめ物件となっておりますから。なかなか立派な建物ですね。いやそうですよ、本当にお客様の条件すべて満たしておりますから。あ、本当ですか。はいはいはい、はい、じゃあ防犯なんか大丈夫ですか。あ、もうバッチリです。縦横のチャック開けたらスッと中に入ります。テントを勝つんだよそれ。入られ放題じゃないそれ。差がありすぎますよちょっと。あ、一応鍵は2つ付いてますけどね。あ、26、それは安心ですね、はい、あと窓も2枚重ねとなっておりまして二重サッシ、それは静かでいいね、はい、家賃の方も私と大家さんの両方から二重世紀バカ野郎お前二重世紀そこはいらねえんだよ。冗談ですよ。何ですか冗談って、じゃあちょっと中入ってみましょうか。ああ入りましょう、ね、入りましょう、はいはいはい、なかなか立派だな、はいはいはい、どうぞどうぞ。あ、はいはいはい、ほうほう、なるほどなるほど、こうなってるわけですね、はい、あ、そういえばさ、今日泊まっていける彼女か何言ってんだよあんた。大きめのスウェット出そうか。彼女かっつってんだよ。明日朝早いけど気づかず。彼女かってうるせえな。なんでここあんたんちになっちゃってんの。まあまあ冗談ですから。冗談って何なんですか、気にしないでください。どうですか。あ、はいはい、でも意外に広いですね。まあ、天井は高くてね、筒抜けになってます。筋抜けみてに言うんじゃねえよ。どこに情報漏れんだよ、あとね、下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ。昔かお前。何だよそんなもん。日当たりはもちろん、風当たりも抜群です。冗談じゃねえよ。風当たり強かったら。あ、そうですか。言ってんすか、うん、まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか、作りは頑丈なんですか。はい、そこはもうがっちり頑丈に作っております。あ、そうなんですか。それだけは手を抜いておりません。へえ。実は私には2人の兄がいたんですよ。はい、作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました。え、藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり。3匹の子豚かお前。3匹の子豚じゃねえかおめえよ。私末っ子です。知らねえよそんなもん。お前レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろてめえ。あとトイレの方ですね、和洋中から選べますけど。中ってなんだよそれよお前。中華です。洋式でいいよ。洋式 式でいいですか。あ、分かりました。キッチンは、キッチン、あ、キッチンはこちらなんですけどもね。おうおう、このグリルで魚焼いたりできますし。あ、いいねこれ。今ですとですね、この小型のフライパンに万能包丁3つ付いてきます。通販勝つんだよ。何よそんなもんよ。あと火を起こす際には下にですね、板と棒があるんでそれで起こしてください。原始人か。クロマニヨン人か。誰が誰がクロマニヨン人だてめえ。こなるろ。ごめんなさい冗談です。冗談じゃねえだろ。それ叩いたろってめえ。冗談ですから。そんな冗談じゃねえだろうがよ。見てくださいよ、ほんでまあまあまあいいや、はいはい、こういうのは分かったけどさ、はいはい、この最寄り駅からどれぐらいかかるの。最寄り駅からですとです、電車で5分ぐらいですか、ね、バカかお前。なんで駅まで電車で行っちゃうんだおめえよ。すり足で10分力士勝つんだお前。二人三脚で15分やらねえよそんなもん。30人31脚だと子供たちかお前。やってたんかそんなこと。結構早いんですよあれ。早いんですよじゃねえよ。徒歩でどんぐらいっつってんの。徒歩で5分ぐらいですかね。ああそうなの。冗談です。冗談なのかよ。ロップ変わんねえじゃねえか出しててめえ、ああそうか。そうですよ。まあまあまあ駅からも近いし、うん、どうしますか。決めちゃおうかな。あ、お目が高いですね、まあでもですね、あらかじめご了承いただきたいんですけども、うんうん、ごくまれになんですけどね、押し入れにね全く知らない子供遊んでますけど無視してください、うん、できるわけねえだろ。おまけでねえかそんなもんお前は。階段ですよ。いや階段ですよじゃねえ。そこ冗談ですよって言ってくれよお前。冗談ですよ。冗談なんか、はいはいはい、あ、じゃあまあまあまあ、場所もいいし物件も気に入ったし、はいはい、借りちゃおうかな。あ、借りますか。うん、困ったな。え、ちょっとね貸せないんですよ。はあ、全部冗談だったんです。いい加減にしろ。おはようございます、今日。おー、ありがとうございます。来てくれたのか。なんかすまねえな、わざわざ見舞い来てもらって。いや、師匠がね、退屈してんじゃないかなと思って、本持ってきたんですよ。おー、気が利かねえか。どんな本だよ。ホットペッパーです。OL か。ただで詰まってるやつねえか、これ。いやー、でもほら、お金のない若手芸人にとってはこれ便利なんですよ。何がお金ねえだよ、お前。聞いてるぞ。もうすぐお前の初舞台だろ。はい。調子の方はどうなんだ。順調です。おー、そうか。はい。でもな、お前そのツッコミが下手だからな。何言ってるんすか。僕だってね、ツッコミね、もう上達しましたよ。本当か。本当だよ。いやいやいや、今やらなくてもいいよ。ボケてねえんだから。もうじきボケるだろ。やかましいよ。もうじき永遠の眠りか。もういいよ。俺一人のパパパパだけだもんやろお前は。俺一人来てんだお前。実はなんだ、今日は大事な告知があってきました。告知言いにくいんですけど、年内中にそんな
初めてやるんで見に来てください。ライブ告知かすっと言え、そんなこと。お前びっくりしただろうが。ったくよ。でも師匠、死なないでくださいね。死なねえよ。死なないでくださいね。大げさなんだよ、おめえは。もし師匠が死んだら、もし師匠が死んだら、一体誰が師匠の奥さんと娘さんと僕の面倒見るんすか。お前は頑張れよ。冗談っすよ。冗談じゃねえよ、ったく。でもな、おめえがやってることもまんざら間違いじゃねえな。どういうことですか。自分の体のことはな、自分が一番よく分かってんだよ。え、嫌ですよ師匠。何言ってるんですか。俺ももう長くねえ。え、持ってせいぜいあと1ヶ月だな。バナナか。何がだよ。持って1ヶ月バナナでしょ。バナナ以外にもあんだろうがよ。1ヶ月はバナナですよ。なんでバナナに限定だ、こら。真面目に聞け。とにかく俺はもう長くねえんだ。嫌ですよ師匠。それでな、お前に頼みがあんだ。何ですか。俺の娘もらってくんねえか。2ヶ月待ってください。死んでるよ。1ヶ月しか持たねえってんだろうが。バナナか。バナナじゃねえよ。やめろったな、こら。ま、全然分かってないな。何がすか。お前な、芸人として一番大切なものが分かってないんだよ。分かってますよ。一番大切なことは命です。皮肉か。1ヶ月で死なないということです。皮肉か。ハンバーグです。ひき肉か。何が分かるか、これは。ま、めちゃめちゃだな、お前。もういいよ。お前の話してること全部話したもん。もういい。そうですか。じゃあお友達の方。いいともか。もう帰れ。あ、でもなんか今年はちょっと。よろしくお願いします。いやもう本当ね、いやー、としくんね、はいはいはい、本当に去年はすごかったですよね。いやー、去年はね、おかげさまで飛躍の年でございました。いや、もう何ですか、もうちょっとした、何ですか、流行語みたいになってしまいましたね。あー、そうですね、ありがとうございます。欧米カット。あー、ありがとうございます。いろんな人に使っていただいて本当に嬉しかったですね。これはいいな、これはいい。ありがとうございます。言われてなー。え、言われてな。え、言われたいな。言われなかったんですか。言われた、欧米カットこれ。マジですか。言ってください。やりましょう、やりましょう。本当に。いや、やりますよ。いいの。やりますよ、それは。オメガチ、オメガチ行きますよ、そら。やりましょう。じゃあ、やらしてください。もうぜひやらしてください。私、はい、質問させていただきますんで。はいはいはい、答えてください。なるほど、答えたらいい。バシッといきますんで、ま、じゃあお願いします。じゃあですね、はいはい、朝とか朝食何になります、うん、いや、朝は食べないですね。結構ギリギリまで寝てるんで。あ、なるほどね。まあそういう方も多いですけどもね。そうですか。じゃあ休みの日とか何しましょう。あ、これは何、事前に分かってる休みなのか急遽の休みなのか。じゃあもう事前に分かってる休みは何しましょう。事前の時はね、ああしようこうしようと思って、意外とね、当日ね、ダラダラっとしてしまう、うん、そうですね。僕も結構そうなんですよね。じゃあ急遽明日休みになったよって言われたらどうしましょう。これは普通にダラダラっとしてしまう。そうですね。結局ね、何もしないんですよね。そうです。じゃあ将来的に結婚したらですか。あ、結婚ね、はいはい、子供なんかできますよ。あ、子供いいですね。子供の名前どうしましょう、これ男の子か女の子かっていうことも。じゃあ、まあ、女の子の名前どうしましょう。女の子あんま好きじゃない。真面目か。くんなきゃいけないでしょ、これ。考えすぎなんですよ、一つの質問。ちょっとわかんないな。何がわかんないんですか。ルールがガチガチで。いや、ガチガチじゃないですよ、全然。全然わかんない。全然ルールなんかない。一旦こっちでやらせていただいていい？あ、逆に。松本さんも欧米かっち。ちょっと普段こうやられてるから、こう、欧米かっち。あー、なるほど。欧米かっち。あー、なるほどね。はいはい。全然いいですよ。行きたいな。じゃあ私に質問してください。私答えるんで、こうパシッと。あ、いいですか。はい、あ、いいですか。はい、そうね。まあでもプライベートなことあんまりない。テレビでそんなこともあれだからね。どうしようかな。さっきと被ってもあれだし。まだこんなにしてる。真面目かって。なんでまた今度にしなきゃいけないんですか、うん、質問されて僕が答えて欧米かでしょ。もうルールがガチないですって。何の勝手にルール作ってる。規制規制。いや、ないですって。規制なんか全くない。自由ですよ。何でもいいですから。言ってくんなきゃ。欧米っていけませんから。これは、はい、じゃあ欧米好きですか。いきなりかよ。どんな使い方。質問で欧米好きですかってことないでしょうが。かってこれでしょ。いけないでしょ、それは。バシッと。ちゃんと、もう何でもいいんですよ。たわいのない質問でいいですって。あ、じゃああれです。寝るときどうですか。寝るとき。何で、ね、何で寝るか。はいはいはい。私、ベッド。いや、突っ込んでください。ベッド。まあでも、今の日本のこの状況を考えたときにベッドが。真面目かって。なんで今日本の状況を考えるかな。そんな欧米でもないし。いや、いらないんですよ、今。テンポだから、漫才は。ポン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 来てくれなければ。もう、わかんない。
何が分かんないんですか。ルールで、ルールないですよ。ルールで固められちゃう。いや全く固めてないですよ。せかせ、汗かせがもうすごい。汗かせって何ですか。汗かせでしょ。ま、もう何にもないですけどね、僕は。もう嫌ね。嫌って、やっぱりあの言われたいな。やっぱり突っ込まれたいんですか。やっぱり突っ込まれたいな。わかりました、じゃあ僕が質問しても考えすぎるんで、じゃあなんかしりとりかなんかしながら、ああいいですね、遊びながら、ああちょっと気軽な感じで、あその方がいいですね。欧米しりとりなんかどうですか。ああ欧米の言い合いみたいな。はいはいはい、負けないぜ。じゃあ行きましょう。じゃあ僕から行きますね。ラスベガス。いきなり欧米ですね。欧米ですね。ラスベガス、スス、寿司。まあまあ一旦ね、いきなりもうね、まあね、まあ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 、まあ、一旦ちょっと一旦あえてね、あえて、あえて、じゃあし、ショービジネス。欧米、欧米すごい欧米。寿司また、ね、一旦逃げとこう。まあまあね、一旦あえて一旦逃げ、あえて、まあ、あんまりやりすぎても誰でも、まあまあそうです、ね、一旦逃げ、わかりました、じゃあし、Shall we dance? Shall we dance? 寿司行けよ、もう寿司屋行ってこいや。そんなに寿司が気になるならな、何かつまんでこい。そんなもん分かんないもん。何が分かんない。巣のつく欧米のも言ったらいいでしょ。巣のつく欧米の、スパイダーマン。うん、ついちゃってんじゃねえかよ。しりとりができてないでしょ、今度。そうですね、スパイダーで止めときゃいいのに、なんでマンマでつけますか。でも雲っていうのはこの果たして欧米なのか。いや雲にしたらダメだけども、スパイダーなんだからそのまま行けばいいじゃないですか。難しい。何がガチガチ、何がですかって。だからどっちも動けない。なんでですか、全然普通にしりとりあったらよかった。もうダメね。何が、僕ねまだ1回も今日欧米かってやらせてもらってないんですけどね、1回もやらせてもらってません。気持ちいいの。どうも皆さんこんばんは。何ですか。今日は欧米化について考えてみます。ちょっと、まず最初に高いところから落ちた時の欧米化、よろしくお願いします。欧米化、何これは。何これ、落ちる時に欧米化なんてあります。そんなこと言う余裕ありますか。なんちゃらららら、何ですかって。だから何ですか。どうも皆さんこんにちは。今日は欧米化焼きそばを。何ですか欧米化焼きそばって。何ですか。まずご用意していただくのがキャベツ半分と、それから人参、それから欧米化2玉。2玉、欧米化2玉ですか。これを早くしないとペコペコに欧米化をすかした子供たちが、ね、お腹でしょ。お腹って意味もありますか、欧米は。でね、でこう事前に用意していましたこの冷やしていたこの欧米化焼きそば。欧米化冷やすですね。食べますですね、これは関西風の欧米化焼きそば。意味が分かんない。なんで関西風だか欧米風だか分かんないですよ、それ。じゃんけんポン、あっち向いて欧米化。なんだこれは。やりたい放題か。あっち向いた方じゃないか、だろ。もう分かんないな。何が分かんないですか。もう問題が山積み。何が、いや簡単なことですって。じゃあもうね、もう考えすぎるんで。なんですか。歌、ああ歌に乗せて欧米化。ああいいですね。そういうのでもさらっといきましょうよ。そういうのでいきましょう。はいはいはい、はい、じゃあ、うん、何歌いましょう。うん、そうですね、あえて欧米から遠いものにしましょう。あ、予作なんかですか。演歌。はい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 、演歌の中で欧米化入って、はいはいはい、これは欧米化入れていきますからね。じゃあいきましょう。はい、チャララララン、いよさあくわきを切る、ヘイヘイホー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 、ザザン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 、よさくヒーミスターよさ、無理くりか、無理くりでしょそれ。ヒーミスターザンジーよさ、無理くりかって。だからコンプリートよさ、いい加減にしろ。もういいわ、どうもありがとうございます。ここ座って、これね、こういうことしたの初めて。え、はい、初めてです。あ、そう、名前教えて。名前鈴木です。鈴木、年齢はいくつに見えます。キャバクラか。なんで俺が当てなきゃいけねえんだよ。吸ってねえよ、吸った。いくつだ。 26.5 です。靴のサイズか、お前。なんだ天狗って、なめてんのかお前。たくま、もういいよ、他にも取ってもあんだろ。出せ。だが、おとなしく出せよ。はい、うん、小麦粉ね。あとは、あ、水、うん、他、うん、バター。なんでこんなの取ったんだよ。パンが食べたかったんです。じゃあパン盗めよお前。材料盗め、盗めよってこともねえけども。今度からパン盗みます。やかましいよお前。揚げ足取んじゃないよお前は。なんでこんなことやったんだよ。つい試合感覚で。ゲーム感覚だろお前。
試合感覚ってなんだよ。万引きの全国大会でもあんのか。え、いや、あるわけないじゃないですか。分かってるよお前。なんだその小馬鹿にした言い方は。まあ、分かってんのか、まあ、反省してんのか。ああ、なんでこんなことやったって聞いてんだよ。そこにスーパーがあったからです。登山家か。どんな教育受けてんだよ。親の顔が見てみたいわ。こんな顔です。うわー、そっくり、すげー、目元なんかさ、やかましいわお前。なんでこんな持ってんだお前は。常にざけんじゃねえぞお前。反省してねえな全然。反省してます。嘘つけよお前。見えねえんだよ反省してるようによ。全然見えねえよ。どこが反省してんだよお前。反省の色を見せろよ少しは。ったくよお前、いい加減にしろ。警察に電話するぞ。こっちのセリフだよお前。ダメだ、するっつってんだよ。あ、する、もうこれはする。 やめてください。うるさいよお前。ダメ、勘弁してください。ダメだよそんなもん。これで勘弁してください。うちの商品だよそれは。じゃあこれもつけますから。それも持ってんじゃねえかお前。なんでまだ隠してんだ。だけんじゃねえやったく。ダメだこれ。やめてください。連絡しかないよ。反省してますから。反省してます。何言ってんだよお前。本当反省してんのか。はい、あったよ。じゃあ警察には連絡しねえけどな、親には言ってもらうぞな。母さん連絡しろ。あ、もしもし母さん。俺だよ。うん、あのさ、交通事故にあって500万振り込んで。俺売れ詐欺かお前。てめえ何目の前に犯罪言ってんだこら。デブ手すげえなお前。母さん連絡しようってんだろお前。実はなんだよ。母さんは3年前に60になったんだ。還暦か。還暦じゃねえかただの。もう警察だこれは。警察だ。その必要ありません。なんでだよ。なぜなら犯人はこの中にいます。お前だよ。優勝候補です。はい、ということでね、はい、頑張っていかなきゃいけないんですけどね、うん、まあ世の中不況不況なんて言っておりますよね、うん、言ってるね。リストラされる人が多いんだって、うん、なんか面接も厳しいらしいよ。あ、でもね、俺だったら一発で面接クリアできるけどな。お前できんの、うん、じゃあ俺面接官やるから。もうちょっとやってみようか。うん、コンコン。どうぞ。ガチャ、失礼します。自己紹介をしてください。黒の革ジャンを着た中肉中背の男。犯人かお前。自己紹介だろうがお前、名前言えよお前。おかしいだろうがそれ。じゃあお前やれよ。コンコン。どうぞ。ガチャ、失礼します。自己紹介お願いします。4番センター三浦です。野球かーい。野球。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。7人なんですけど入れます。居酒屋か。その後7人増えるんですよ。エグザイルかよお前。14人でなんでエグザイルが面接来んだお前。おかしいだろうがそれ。じゃあお前やれ、はい、コンコン。どうぞ。ガチャ、100人乗っても大丈夫。稲葉かーい。稲葉物置。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。ガチャ、47人なんだ。功労士かそれ。打ち入り行くんじゃねえんだから。なんで47人に来んだよお前。面接だぞお前は。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。ガチャ、101匹なんですけど。ワンちゃんかーい。ワン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 。じゃあお前やれや。コンコン。どうぞ。ガチャ、自己紹介してください。はい、ベース担当の高弘です。メンバー紹介かそれ。ギター、ドラム、アコーディオン担当はノブです。いや、かわいそうだろノブ。やらせすぎだろ一人でノブ。お前おかしいだろそれ。じゃあお前やれよ。うん、コンコン。どうぞ。ガチャ、失礼します。自己紹介お願いします。ノブです。お前がノブかーい。お前がノブかい。ノブ大変だったなお前。三役やらされてたな。かわいそうにってやかましいわ。じゃあお前がやれや。コンコン。キツネかお前。なんでキツネが水つけんだいきなり。おかしいだろうかそれ。じゃあお前やれや。コンコン。風かーい。風か、映すなよ。もういいよドアは。お前やれ。どうしてうちの会社に。姉が勝手に応募しました。ジャニーズか。お前みたいなやついたのか。ジャニーズにジュニアからやるつもりで。イケズラのジュニアなんかいるかい。ユウ。いや、なんでジャニーさんやったんだ急にお前。おかしいだろうがお前。じゃあお前やれや。どうしてうちの会社を。制服が可愛かった女子高生。じゃあお前やれや。どうしてうちの会社に。母と原宿を歩いていたらスカウトされ。アイドルか。お前みたいなことされるか。スカウトなんかお前。ジュニアからやるつもりで。いや、できるか。ヒゲづらのジュニア。お前はなんでお前母さんと原宿歩いてんだ。大体が美味しいクレープを食べる。クレープなんか食ってんじゃねえよお前。そのヒゲづらだよお前はよ。じゃあお前やれや。失礼します。どうしておばあさんの耳はそんなに。赤ずきんかお前。いや、おかしいだろうがそれ。順番的に俺だろ次ボケんのお前よ。何お前、ダブルボケだよ。何言ってんだよ。じゃあ俺だろお前。失礼します。どうしてうちの会社を。実はこの会社。父さん。母さん。いや、ツッコめよお前。母さんじゃねえしおいで。
誰が母さんだお前。僕ジュニアからやるよ。いやお前の母さんじゃねえすんだよ。うるせえな。クレープ食べに行こう。いや食ってんじゃねえよ母さんと。いやボケんなや。俺だろ次ツッコミ。お前は早くボケないから。俺だろボケ。お前ツッコミだろうが。だからお前が早くボケないから。お前が早くボケすぎなんだよ。失礼します。失礼するんやったら帰って。大阪のおばちゃん。いやだからボケんなや。なんなんだよお前。自分がツッコミ下手だからってよ。ボケに逃げやがって。なんだお前。加瀬博士みたいな顔しやがってお前。なんなんだよそれ。ツッコミが下手。そうだよ。じゃあチャンスとかなんだあれ。うまいわー。いやそれが下手なんだよ。うまいわ。じゃあちゃんと突っ込みよお前。できるわ。おう失礼します。どうぞ。7人なんですけど入ります。その後7人来るんですけど。アコーロースかー。突っ込み違うよ。エグザイルかだろ。ここエグザイルかい。47人なんですけど。あんちゃんかー。なんて言ったんだろ。わかんねんだよ。あんちゃんかってなんだよそれよ。アコーロースかだろお前。アコーロースかー。100人乗っても大丈夫。あんちゃんかい。違うよ。稲葉かだろ。松本かー。ビーズか。いい加減にしろ。お前がな。どうもありがとうございました。初めて来たけど結構広いんだな。完全迷っちゃったな。あ、インフォメーションがある。すいません、あのちょっとお聞きしたいんですけど。090-23。携帯番号じゃねえ。なんでナンバー見てになっちゃってんだよ。簡単に押しすぎでしょあんたも。ほいで、いやいや場所を聞きたいんですけど。それでしたらそこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です。誰が坊さんだよ。いやお寺行きたいわけじゃないんですよ。売り場をねちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね。あの家財道具なんちょっと人の話聞いてんすか。知らないおじさんと喋るなって言われてる。子供かお前。誰がおじさんだよ。売り場を教えてよちょっと。バリカンコーナー地下1階です。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り、ギフト売り場。ギフト売り場知ってます。ギフト売り場、はいはい。ああお気遣いなく。お前にじゃねえよ別に。なんであんたに買ってやんねえきない。じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをね、いろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますので、まとめていってください。本当、それ助かる、はい、ちょっとね、いろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい、あのベッドってどこに売ってます。セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ、別に。買いたいの、ベッド。ベッドですか、はい。あとね、他はあの家電、家電はどこに売ってますかね。あ、それでしたら一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えないの。他の店教えてどうすんだよ。何やって。他はあと、あ、おもちゃ売り場って何階ですか。子供用ですか、大人用ですか。子供用に決まってんだろお前。何してんだお前。子供用、はい。何だお前。他はあとね、あ、スーツ欲しいんだ、あの紳士服売り場ってどこですか。あ、それでしたらきび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎かお前。その前に熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだお前。何言ってんだお前。腹立つなお前。妻は博多真由子です。は、博士太郎か。何が。てめえ何客の頭叩いてんだよこの野郎お前。ふざけんじゃねえぞお前。責任者やべってめえこの野郎お前。言ってえな。でそんなこと言ったらちょっとトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ。あ、大ですか小ですか。なんでそんなこと言って聞かなきゃいけねえんだよお前。もしかして中。なんだ中ってよお前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。 あちらになってます。あ、向こう、はい、うわやばい、財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか。あ、お財布ですか。はい、こちらのお財布でしょうか。いやそれじゃないっすね。じゃあこれですか。いやそれでもない。じゃあこれですか。マトリョーシカかお前。なんだ次々よ。これじゃない。それじゃないっすよ。あ、じゃあ届いてませんね。あと、はい、あの車のキーも一緒に落としちゃったんですけど届いてないっすか。そちら届いておりますよ。本当、はい、よかった。おめでとうございます。 MVP か。なんだこれお前。こんなもんってあるかお前。もういいわ。一緒に来た友達に探してもらうからちょっと呼び出しかけてくれる。はい、かしこまりました。犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が詐欺だよ。あげましておめでとうございます。ね、はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきます、ね、トップバッターですか。頑張ってやっていきましょう。2014になりましたけども。始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか。いい年でしたよ。先ほどのね、先ほども言ってもらった先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから、2人とも。そうですね、我々2人とも。ありがとうございます。ねえ、よかったですよ、本当に、ね。すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。嘘つけよ、お前。ほんと。しかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよ。お世話になりました。言うわけねえじゃん。ほんとなんです、これ嫁も言ってたから。いや、そんなこと言うんだったら。嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね。うちだってね、1ヶ月で肝が座ったんだ。やだよそんなの。肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った。怖えよお前。目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院。体調悪かったんだろ。じっとしてたって体調悪かったんだろそれよお前。4ヶ月目で退院ですよ。1ヶ月も入院したのか、お前は。その時にお世話になりましたって。いやそのタイミングで言ったんかよ、そのタイミングで言ったんですよ。病院側にお礼したんかよ、嘘つけよお前は。本当のような嘘の話なんですよ、ね、嘘なんじゃなきゃ結局、お前
時間は返すよお前バカ。でもね可愛いですよ、子育て大変大変って言われましたけど ね、めちゃくちゃ可愛い、全然大変じゃないね、まあ、今はねもうおちよちよちやってるだけですけどもね、うん、そのうちでも小学生とかがあったら大変だよ、うん、何がだから子供同士で喧嘩して、うん、で相手方を怪我なんかさせちゃったらこれ、あそれあるだろうね、向こうのうちにね親だから謝りに行かないといけないよお前、いやそれぐらいできますよ、できる、我が子のためだったらいくらでもちょっとやってみよう、はい、ピンポーン、はいどうぞ、こちら失礼します、あどうも、はい、あのこの度はちょっと、いやね、本当に申し訳ない、まあまあまあ、分かるんですけど子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、うん、そのどうかしました、なんか臭いですねこの、失礼だろうどういうことだよそれよお前よ、豚でも飼って、豚なんか飼ってねえよお前、相当臭いだぞそれお前、誰が豚の匂いだこの野郎お前は、そうですか、あ謝りに来て人んち臭いってどういうことなんだ、申し訳ございません本当に、うちの息子はあんたんところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて、蹴られた、そうだよ、何かの間違いじゃないんですか、あざもあるよちゃんと、あったく本当に蹴ったんですか、蹴りましたよ、いつも言って聞かせるんですよ、本当かね、喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴った、どんな教育してんだよ、格闘マシン育ててんのかおめんとかよ、蹴ったんですか、そうですよ、しかも蹴った後にね、はい、あの大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ、申し訳ございません、タグうちの息子はねあのポケモンのことになると周りが見えなくなるんですよ、こうなってしまう、ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか、もう帰ってねボコボコにしてやる、やりすぎだよ、いやそれはそれぐらいやらないとダメなんです、それぐらいやらないとダメなんです、子供に手は出していきます、子供ってもねうちの息子もう32ですよ、おっさんじゃねえかお前、もう32のおっさんかお前、何ポケモンカード取ってんだお前、筋トレ変わるもんじゃねえかお前、いやポケモンはね大人でも楽しめる、いや分かってるよ、そういうことじゃねえ、子供から取んなっつってんだお前、いやどうすんだお前、ったく本当にこれあのつまらないものなんですよ、いやそういうつもりって言ってんじゃないんだよ、いや本当こっちの気が収まらないんだよ、なんだよ全然喋れてねえな、ったく収まりませんので、あこっちの気が収まります、なんなんですかこれ、スーパーファミコンです、いらねえよお前、明らかに使わなくなったもんじゃねえこれよお前、じゃ あのこれお口直うかどうか、いや私お酒は飲まないんですよ、脳酒です、いらねえっつって、いや生きてんのかよバカ、話すな人んちに脳酒を話すなバカ、お前はもうあのこれちょっと手持ちが少ないんですけど、いや一番おかしいでしょこれ、裸で現金っておかしくないですかこれ、嫁の髪の毛です、気持ち悪いよお前、何持ってきてんだお前、いや乗っけんなよ人の頭に、乗っけんじゃねえよお前、こんな何してんだお前、むちゃくちゃかお前、一個も謝罪できてねえぞ、そんなんでお前よくできるなんて言うなお前、じゃあちょっとやってよ、俺がやるわ、うん、お前俺が大人の対応見してやる、ピンポーン、はい、あすいませんミラの父親でございます、どうも、この度はうちの息子が大変申し訳ございません、いやいやいいんですよ子供同士のやることに、いやいやそういうわけにはいきませんので、うん、息子さんにちょっと会わせてください、僕ですけど、お前かよお前しっかりしてんなお前、いくつだお前、32です、30のおっさんじゃねえかお前、はい、ポケモンのさっきのやつかお前、いい加減にしろ、どうもありがとうございました、いやもう派手な演出で、派手ですね、最後ですからもう優勝しましょう、この勢いで、頑張ってやっていきましょうよ、取っちゃいます、いや、はい、本当に頑張っていかないといけないですよ、もう頑張っていきましょうよ本当に、緊張しますねやっぱり、いや緊張しますよ、もうやっぱり M1 の決勝ですからね、そりゃそうですよ、尋常じゃないよ緊張が、あそう、もう昨日からずっと緊張してましたから、あそう、もう飯も全然食えないぐらい、大丈夫なの、お腹空かないの、全然空かない、緊張しすぎちゃって、はもう大変、まあ、まあそれぐらいやっぱ気合入ってますよ、やっていかないといけないんですけど、ね、本当に優勝したいですから ねまあでもこうやって僕らもね、はい、漫才やらさせていただいてますけ けどもこれからいろんな仕事やっていきたいね、やっていきたい、挑戦していきたいですよ、あのドラマなんかいいじゃないですか、あドラマ出てみたいわねえ、ところに学園ドラマ憧れますよ、うん、学園ドラマ昔からヒット作が多いからね、そうですね、うん、あの古くあの武田鉄矢さんの代表作、カンパチ先生、金八先生だよそれは、金八 ね、うん、あとあのちょっと前ですが、うん、反町隆史さんが鬼塚先生やってた、あ BBQ、 あバーベキューじゃねえかそれGTO ごついツナおにぎり、おにぎりじゃねえよおめえは、腹減ってんじゃねえかお前やっぱり、えなんださっきから、いやたまたまですよそれは、あたまたま、ね、であの最近ヒットしたといえばね、うん、あの佐藤隆太さんが野球部の監督やってた、あシェイキーズルーキーズ、腹減ってんだろお前やっぱり、いやいやいやなんださっきから食い物ボケばっか、腹減ってない、大丈夫か、うん、あと一番最近ヒットしたというのは仲間由紀恵主演のねラーメン、めちゃくちゃじゃねえかよお前ラーメン極戦全然合ってねえわお前、そんな腹減ってたら飯食ってこい、いや行かなくていいよバカ、いやいや漫才中に飯食いに行くやついるか、お前イルカって食べれるの、いやイルカの話はしてねえよ、いないですよって言ってんの、ああうう、ね、集中して、いやもう集中していきますよ、もう最後ですからね、ドラマですよ、ドラマ、ドラマ出てみたいですよやっぱり、やっぱあの、うん、熱血先生がね、うん、あの生徒バシッて怒るとこ、あれいいよね、かっこいいよね、いいよね、お前ら恥ずかしくねえのか、一人をみんなでいじめてなんとか言ってみろ、なんとか言ってくれよ先生よ、生徒役かよお前無理だろ、30過ぎて生徒役は、 いけるだろまだ、いや無理だよ小6役だよ、いやもっと無理だよ小学生なんて、いけるよ俺だって普段いつも小学生で遊んでんだ、危ねえんだよお前、俺結構ワンパクだよ、何してんだ、女子の髪とか平気で引っ張るから、ね、危ねえエッセンだ、ダークも平気でめくるし、ね、危ねえエッセン、水溜りとかとりあえず入るから、ね、何してんだお前、転んでも泣かないよ、いや当たり前じゃねえか、自転車の補助輪肩を外して乗ってるから、ね、いや近所の危ねえ親じゃねえかお前、危ない親父だよ、危ない親父だよって言ったんじゃねえか、おい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 って言ったんだ、おいおいおいじゃないよお前、生徒役は無理です、先生役をやって、なるほどね、お前ら席つけ、聞こえねえのか、
席につけ、席につけって言ってるんだ。バン。いや、ちっちゃいなお前。おい、教団ギリギリちっちゃいよ先生。ちびっこ先生、ちっちゃい。何をしてんだお前。誰がそんなちっちゃい先生やるって言ったよお前。もっとでかくしろお前は。はい、座ってお席つけ。お前でかすぎるだろ今度お前。生徒をつまむんじゃないよお前はよ、ね、席ついてね、席ついてね。何してんだよお前は。ちょっと席チェックメイト。チェックメイト。なんで生徒チェスやってんだお前。生徒でチェスやってる。ちょっと西田敏行認識してんじゃないよお前は。じゃないよお前。普通でいいんだ、でかさは。お前、お前ら恥ずかしくないのか。お尻にバナナなんか挟んで。どんな状況だよお前。見たことあんのか、学園ドラマでケツにバナナ挟んでんのお前。俺あんまドラマ見てないんだよ。はぁ、あ、ドラマ見てないからよくわかんねえんだな。あるですよ、いろいろあるですよ。あるです、あるです。何をあるです。いいシーンなんか学園ドラマ宝庫ですよ。何、一番感動するのはやっぱあれですよ、卒業式。あ、最終回ね。そうですよ、先生がね、生徒一人一人に言葉を投げかけていく。生徒も本気で泣くからね。あれ、そう、先生も泣きながら、もうどっちも泣きながら、アドリブとか入ってくるらしいですから。あれは感動のシーン。確かに感動する。あそこいいよね、うん、青木お前は3年間よく一日も休まず来てくれたな、ありがとう。青田、泣きすぎだよお前。おい、いや泣きすぎなんだよお前。なんで森進一になってんだお前は。いや、いつきもいらねえよお前。5点ぐらいのモノマネですよあなた。よくやりますね。いやいや、やらなくていいっすね。似てるでしょ。全然似てねえし。いや泣きすぎ、先生が泣きすぎると見てる方引くから。逆に、あ、そっか、そこは涙をこらえながらこう言うみたいなとこがいいね。赤山先生知ってます、お前が教室の花に毎日水をあげてくれたこと、ありがとうな。あ、そういうのですよ感動する。赤塚先生知ってます、お前が3年間ひどいいじめを受けてきたこと。じゃあ助けてやれよお前。何が知ってます。先生ずっと見てましたよ。見てねえで助けろお前。佐藤美穂先生知ってます、お前は毎日一生懸命勉強してました。トイレの時もお風呂の時も先生見てました。ストーカーじゃねえか。みんなそんなとこ。ナオミ先生知ってます、お前がプール授業休んだ理由。言わなくていいよそんなの。デリケートな問題だぞ。言うなお前。ヤマタ、ヤマタってなんだよ。ヤマタでいいだろ。先生知ってます、よく校庭に迷い込んでくる犬の名前。なんで知ってんだそんなもん。愛犬のジャクソンです。お前の犬かい、繋いどけ。そこのやつ、そこのやつで名前言えよ。先生知ってます、お前の名前。じゃあ呼んでやるよ。言いたくありません。なんでだよ、かわいそうだろあいつが。中島先生は昔お前のお父さんと一人の女を奪い合いました。なんで今言ったんだそんなこと。気まずいわ。中野美香第一印象から決めてました。メルトンかお前。佐々木危険ですので白線までお下がりください。駅のホームでやってんのかこれ。井上加藤後藤まとめんだよそこ。桜井坂崎高見沢アルフィーカカズラモス武田メルディ全盛期志村後ろオリフカ宮崎土幻化戦闘イカ東黒丸じゃねえか。ダンカーン武士じゃねえか。ラッキョ誰がラッキョだよ。コンペーでーせーな。なんだお前後半なんだコンペーでして。全然めちゃくちゃじゃねえかお前。ちゃんと卒業式やれよお前は。山下お前は毎日ランニングでおにぎりばっか食べて。裸の大将じゃねえかお前。架空の生き物を。姫かぐや。やってたわ。稲葉100人乗っても大丈夫か。物置かお前。じゃあお前やれや。40人。アコーロースかもらい飯。やった。電磁場。いやそれラップのやつじゃねえかそれ。駅前のお寿司屋さん行こう。いやそれバカな風じゃろさっきの。ダイナマ太郎。それもラップのやつだっつんだよ。お前はよく頑張ったからご褒美です。はい、黒ずきんちゃんです。グリルのお前が取ったんだよ。お前が取った。何してんだよこれ。中原おじいちゃん亡くなって残念です。あ、これ GG だなの。ガスな消せ。稲川怖い話してくれ。もういいよ怖い話。稲川ズボンは出てこなくていい。出てこなくていい。出てこなくていい。戻りなさいよ。どんだけ怖い話したいんだよ。ごめんよ。何してんだてめえ。ちゃんとやれよ卒業式。ミイラ俊和。はい。お前は3年間このクラスの担任として。俺担任。お前何なんだよ。コンペで。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。いやーもう1時に戻んなきゃいけないからな。あんまり時間ねえんだよな。急いで食わなきゃいけないな。それしてもなんだよこのファミレスはよ。メニューも持ってこないのか。あったくすいません。ちょすいません。え、俺。いやあんたも。いや俺いいです。いやいやいいです。いや俺いいです。いや客が呼んでるから来てよ。あ、お客様ですか。いやそりゃそうだろう。申し訳ございません、眼中になかったもので。失礼だなお客様。もしかしてなんすか有名な方じゃないですか。
いや、有名っていうわけではないですけど。テレビとか出てますよね。いや、たまにですよ、それは。やっぱりそうだ。指名手配中の。犯人か。誰が指名手配されてんだよ、犯人じゃないですか。犯人じゃねえ、失礼だな。犯人じゃない。違うよ、いいか、メニューよこせよ。メニューでいいんだな。メニューで人質を解放するんだな。犯人かって。いねえよ、俺人質なんかよ。よこせよ、早く。時間ねえんだ、俺よ。ったくもどうしよっかな。どうだ、カツ丼でも食うか。犯人かってだろ。取り調べ受けてんじゃねえんだぞ、ったく。さっさとご注文お願いします。いや、お前が邪魔してんだろ。お前に付き合ってるだけだろ。さっさとお願いします。分かってる、うるせえな。じゃあもうこのほうれん草のソテー。干し草ですね。牛か。ほうれん草のソテー。干し草1トンですね。植えた牛かって。そんな食えるか1トン。もういいわ、ハンバーグセット。ハンバーグセットかしこまりました。ああ、少々お待ちくださいませ。急げよ、お前。ったく変なの捕まえちまったな、ったく。もう時間がねえんだよ、ったくよ。お待たせしました。おー、来た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 。よし。じゃあメニュー紹介するぜ。まずはドラム、コーヒー、ギター、サラダ、そしてボーカルのライス。バンドか、お前。長えよ。何メンバー紹介してんだ、こら。まったく。時間がねえし。おいおいおい、ちょっとちょっとちょっと。ナイフとフォークねえよ。申し訳ございません。テレレレテレフォーク。ドラえもんかと。スッと出せや、そんなもん。急いでんだ俺は。ったく黙っとけよ、まあ、打ってほしいな。ったく、よし、出てくっちゃうな。だからなんで立ってんのそこに。何まだチップを。欧米かお前。ねえよそんなシステム、日本にはよ。チップくれないの。ねえよ。じゃあ今日のダンスパーティーどうやって行けって言うんだ。欧米かって。ダンスパーティーなんか行ってんじゃねえよ。わけがわかんねえ。時間がねえって言ってんだろ。もうお下げいたします。いや、何してんだよ、お前。まだ食ってねえだろうが、俺。いや、店を閉めないといけないので。な、食ってもいるのに、なんで閉めんだよ。サッカーの試合を見るんです。イタリアか、お前。闘技を見るんです。スペインかって。オーロラを見るんです。国王かって。私はこの国の王だ。国王か。いや、わかんない。ほら、お前。国王か。お前、めちゃめちゃだな、お前。飯食わせれば頭叩く、お前。どんな店だ、こいつ。帰る。冗談じゃ、二度と来るか、お前。どけ、ポケ。お会計の方よろしいでしょうか。はぁ、このままですと食い逃げになってしまうので。いやいや、食ってもいねえのに食い逃げもなんもねえだろうが、お前。申し訳ございません。お会計の方よろしくお願いします。めちゃめちゃだな、お前の店。もういいわ、いくらで。ハンバーグセットなので、1200ドルです。欧米かって、お前。円で言え、円で、お前。日本かって、日本じゃねえか。日本じゃねえか、ここは。円だろうが、1200円だな。1200円です。お支払いの方、現金、カード、石。原始人かって、お前。いいだろ、バカいるか、お前。現金に決まってんだろ。現金で。お客様、あちらに泊められてるマンモス、お客様。原始人かって、お前。なんでマンモス買ってくんだ、俺が、これ。おい、2000円や。2000円お預かりします。じゃあ、お返しが。2000円お預かりで1200円なので、子供か、お前。800円ずっと渡せや、これ。お客様、そういうお会計とかは、店員に言った方がいいと思います。じゃあ、お前、誰だよ。おい、誰も見つかってねえだろうな。ああ、大丈夫だ。それより本当にこの銀行だってんのか。ああ、この銀行に間違いねえ。この銀行の金を全ていただくぜ。よし、分かった。早速取ろう。ああ、一人間違ったそのまた客か。お前何ご丁寧に番号札持って待ってんだ、おめえよ。時間がねえっつってんだ。時間がねえんだな、分かった。マジで。客かって。だからなんで ATM で下ろしてんだ、おめえ。いや、暗証番号見ないでくださいよ。いや、見てねえよ、暗証番号なんか。時間がねえっつってんだろうが、お前。盗むんだよ。よし、早速行こう。よし。あ、ちょっと待てよ。なんだ。そこに防犯カメラがあるだろ。絶対に映るんじゃねえぞ。バカ野郎、映ってなんぼだろ。若手芸人か、お前。ちょっと待ってくださいよ。若手芸人か。危ねえな、お前。嘘ってどうすんだよ、ったくよ。足つくだろうが、ったく。もう時間がねえから。あそこに金庫がある。よし、行こう。どうした、わなか。静電気。紛らわしいんだよ。そんなでけえ声出すんじゃねえよ、お前はよ。カチ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 ン。開いたか。カチカチカチ。開いてねえのかよ。なんだ今の笑みは。開いたと思ったのかよ、お前。全然わからん。もういいよ、変われよ、お前は。オッケーオッケー。全く。カチ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 。開いたぞ。よし。おお。100万だ。子供か。会計すべてはもう100万か、お前は。1億2億あんだろうが。じゃあチョコボール何個買えんの。子供かって言ったから。チョコボールで換算してんじゃねえよ、おめえはよ。すげえ金だぜこれ。ふん、こんな金じゃジェット機すら買えないじゃない。セレブか。行くわよボブ。セレブかっつってんの。私のホテって体を癒してちょうだい。うるせえな、お前。
どうでもいいから。よし、この金さっさと詰めちまうぞ。そうだな。よし、バッグよこせ。オーケー。よし、 OL かこんなちっちゃいポジションあるか、お前は。このでかいのこせよ、お前は。あ、ったくよ、お前。エスパー伊藤か。なんで入ってんだよ、お前。時間ねえんだよ、時間が、お前。どけよ、お前は。じゃあ俺金詰めるから、 お前は仲間に連絡しとけ。お、わかった。もしもし、ジンジャーエールとレッドアイください。カラオケボックスか。え、レッドアイないんですか。いや、カラオケボックスじゃねえんだ、おい。何がレッドアイだ、お前。いいよ、もう。じゃあお前金詰めろ、俺電話するからよ。まずい。なぜ。お前も早く隠れないと先生に怒られる。避難訓練か。なんで避難してんだ、お前。いいから。どうすんだ、防犯ベル鳴っちまったぞ。まいったな。避難訓練かって。だから座布団あってよかった。やかましいな、お前。余計なことすんな。防犯ベルが鳴ったってことは警察来るぞ。そうだな。よし、急いで出かけるぞ。よし、よし。あ、ちょっと待てよ。絶対に証拠は残すんじゃねえぞ。今の警察はな、髪の毛一つでも犯人を見つけちまうからな。髪ねえじゃねえか。やるわ。髪ねえじゃねえか。短めなだけです。てか、お前のことを心配して言ってんだろうが。大丈夫だ、いいか。よし、それじゃ行くぞ。よし、分かった。ちょっと待て。どうした。この長い髪の毛一体誰のよ。彼女か。知らねえよ、そんなもん。お前、銀行員か誰かんだろうが。お前、仕事に集中しろよ、お前。仕事と私どっちが大切なの。彼女かって言うんだから。なんでお前と仕事比べなきゃいけねえんだよ、お前。もういいから行くぞ、お前。マジか。犯人に次ぐ、犯人に次ぐ。無駄な抵抗はやめて出てきなさい。まずい、まずいな。警官に囲まれちまったじゃないか。ここは俺に任せろ。え、おい、警察よっけ。今から無駄な抵抗をやめて出ていく。素直か。何素直に出て行ってんの。育ちが出た。知らねえよ、そんなもん、お前。どうする。あ、そうだ、お前ロープ持ってな。ロープある。ロープでその窓から脱出だ。よし、分かった。よし、このロープだな。任せとけ。教えていくぞ。ああ、あんま投げか。なんで飛距離出してんだ、お前。これはいや、飛ぶから。お前、ちょっとどけよ。ちくしょう、暗くて外の状況がよくわかんねえな。どうしようか。おい、え、俺は山育ちで目がいい。え、俺が様子見てくる。大丈夫か、お前。ああ、任せろ。気をつけていけよ。大丈夫か。鈴木、鈴木、鈴木。わあ、跳ね加えてる。奇跡か。何してんだ、お前よ。しょうもねえことやってんじゃねえよ、お前。時間がねえんだよ。まいったな。このままだったら二人とも捕まっちまうぞ。わかった。お前を殺して俺も死ぬ。駆け落ちか。なんでお前に殺さなきゃいけねえんだ、俺がよ、お前。ああ、どうした。相乗りビデオ撮るの忘れた。女子か、お前。なんで今そんなこと思い出すの。ああ、え、蹴った。女子かって、お前。何が蹴るんだ、こん中でよ、まったく。三浦君、これコピー頼むよ。はい。上司か、お前は。なんで上司と部下になってんだ、急に。博士、これは大発見。助手かって。だから、お前。なんで博士と助手だよ。もうおとなしく捕まろう。え、自首か。いや、知らねえよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。漫才師か。なんだこれ。なんで俺が立たないんだよ、さっきから。どうしたらいいんだ、来た。あ、俺にいい考えがある。え、困った時は110番だ。いい加減にしろよ。はい、ね、もう今年も残念で出させていただくということで、ね、いや嬉しいです本当にね。感謝しておりますけれども ね、まあでも2019年もあっという間にね、もう終わりですよ。終わりですね。早かったです ね。来年は2020年。なんかやりたいことありますか。やっぱりね、お笑いだけじゃなくてね、いろんな仕事やっていきたいんですよ。あ、いいじゃないですか。役者とかもやってみたいね。いいね。役者、ドラマに出たいです。ドラマね、はい、何のドラマがいい。警察ものね。ああ、刑事ものね。ちっちゃい頃から見てきたからね。かっこいいね。いろんなシチュエーションがあるからね。そうそうそう。あの張り込みなんかいいじゃないの。張り込みね、犯人のアパートの前で何時間も張り込む、あれかっこいいね。お疲れ様です。お疲れ。星に動きはありましたか。なかなか尻尾荒らさんな。そうですか。長期戦になりそうですね。そういうことだ。ま、一息つきましょうよ。おお、気が口じゃねえか。ちょうど腹減ってたんだ。コットンとメイク落とし。OL か。なんで俺メイク落としちゃってんだよ。え、一息つくんじゃない。じゃ、一息でメイクしてねえし、大体が。あ、そうそう。腹減ってるから食い物出して。蒸し鶏のラビゴットソース、季節の彩り野菜を。フレンチか、おい。何コース料理食っちゃってんだ、ここで。パパッと食えるもんだろ。ケフテですと、メジメッキチョルバスです。これは何だ。トルコ料理です。いや、知らねえもん持ってくんじゃないよ。知ってる食べ物をよこせ。ゆで卵とバームクーヘンです。口パサパサになんね。水分全部持ってかれちゃうから。飲み物ちょうだい。カレーです。太ってんのか、おい。カレーを飲み物と捉えるのはデブだぞ、お前それ。いや違う、こういう状況で食うのあるだ、定番のあれ。あ、パンと焼きそばです。挟んでこいよ、おい。焼きそばパンで持ってこい。あ、何やってんだ。焼きそばパンと焼きそばでかぶっちゃってんだよ。なんで焼きそばかぶって。食い合わせ大事だからね、ここ。スイカと天ぷらです。一番ダメなんだよ。一番お腹壊しちゃうから。いや違う、パンちょうだい。残パンです。なんで残パンだよ、俺。いや違う、アンパンと牛乳。アンパンと乳牛です。牛じゃねえかよ。
なんてうち邪魔でしょうがねえこんなやつ。いやいや俺張り込みのシーンあんま好きじゃなかったからね。何よそれ先言えや。じゃあ取り調べなんてみたいな迫力あって、ね、メス、オス、メス、オス、メス、オス、メスを調べて取り調べ見たことあんのかおい。ヒヨコのオスメス調べる取り調べとめ刑事ドラマで見たことあで全然分かってねえじゃねえかオスメス難しいんだ首ばっかかしげて、うん全然できてないねお前ね。俺はもっとね緊迫感のシーンが好きだったんですよ。何だから人質取って立てこもっての説得みたいなね。銀行強盗で。そう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 。あれ確かにいいねあれ。いいでしょ。うん、おい現場どうだ、はい。銀行に人質20人取って立てこもってます。20人が。人質の内訳は男性が8人、女性が7人、お年寄りと子供が2人ずつ。まずい。それとライガーです。なんでだよ。おいなんでライガーとか出したの？ライガーがマスクをかぶったまま銀行に入ってお金を下ろそうと思ったら防犯ブザーをされたそうです。もうライガー犯人じゃないかそれよ。はい。愛じゃねえんだよ打ちますか打ちますかじゃねえんだよお前ライガーとか出すのお前緊張感なくなるから皆さんライガー知ってますよねいや違う違うなんで受けないんですかみたいな顔してて一回も受けたことねえんだこのくだりはお前がどうしてもライガー入れたいってくらい入れたけどもこのざまだよお前いや俺が滑ったみたいお前が滑ったんだよライガーだライガーじゃねえよ滑ったのはライガーライガーだって急に出されてビビってるよ多分お前なんで俺の名前がってなってるよお前は全然受けねえじゃんいいんだいいか受けたことがないんだからここはもうしょうがないもん忘れる忘れるお前はで犯人の特徴は何なんだ赤い T シャツに下はすっぽんぽん隣に小さなピンクの豚みたいなやつ熊のプンさんだねそれなんでプンさんが現れてんだ打ちますか打ちますかで街に熊が出てきたんじゃねえんだぞお前は犯人の特徴見た目は子供なんですが頭脳は大人なんだこんなんだね、はい、こんなんですねこんなんとは言ってねえよ名探偵コナンだっつってんだいいんだアニメとか、まあ、犯人の特徴イタリア系アメリカ人ですね外国人反応かヒゲにオーバーオール右手にキノコを持ってますスーパーマリオだねそれねスーパーマリオ左手には星を持ってスターマリオだ無敵で触ったら振ったことうるせえよお前あれってゲームとかいらねえんだよちゃんとした人間でやれお前犯人の特徴はキリストのような見た目でヴェルディのユニフォームを着てラモスだねそれね前世紀のラモスいいんだお前日本人でやれよお前ラモスは日本人ですよそうだけどラモスは誰よりも日本人です分かったよ日本のために聞かせたんです悪かったよお前青い目の侍ですどんだけ好きだよラモスが好きなラモスとライガーが好きですなんでラモスとライガーが好きなのもういいからもういいよじゃあ犯人の要求は何なんだ犯人の要求はでかいしゃもじを武器に隣の晩ご飯を見せろとヨネスケかおいここを世界遺産にしろとユネスコ沢誉れを中心としたイレブンなでしこアミーゴメキシコさぬきうどんシコシコ分かんねえってシコシコ分かんねえってそれはそれはシコシコ急に出てこないってもういいよ俺直接犯人と喋るからおい犯人今すぐ出てこい明日で丸2年だぞ何やってんだ俺ら2年間もこんなやり取りしてんのかお前じゃあいいよな犯人のお母さん呼ぶの泣き落としみたいな犯人お前の母さんが来てくれたぞ早く実施しろさもなきゃてめえの母さんぶっ殺すおめえも犯人みたいじゃないかよいいから目には目をですおい犯人お母さんが来てくれたぞお母さんお願いしますあんたバカなことやめて早く出てきなそしたらうちの年が出世できるんだよ俺の母さんじゃねえかよ久しぶりだね久しぶりじゃねえんだよたまには顔見せるんだなんで俺の母さん来ちゃったんだよ犯人の母さん母さんお願いしますあんたどうしてそんなグレちまったんだいクソ太郎名前のせいだよなんでクソ太郎にしたんだよおじいちゃんからからしら文字をもらってお前じいさんなんて名前だおいクソ吉ですどういう一族だよ何クソ残しで来ちゃってんだよお前はいいからちゃんとしてお母さんお願いしますあんた今日晩ご飯いんのかいのんきだなお前いかがですどうも夢健太キヨでございますということでね我々、夫婦夫婦漫才でやらさせていただいてるんですけどねそんな距離でお前ね漫才やるんだっていうことでございますけれどもまあ今日もねお客さん綺麗なお客さんばっかりでございますな出た女好き非常にお人形さんのようでございますそうやっていつも口説いてんだろ端からね日本人形フランス人形わら人形泥人形面白くないねそんなことはございませんけれども非常にべっぴんさんでございますねべっぴんさんべっぴんさん一つ飛ばしてべっぴんさんセンスないね いやいやいや非常にねあれでございますけれどもまあ最近は健康ブームなんてことを申しましてね私もメタボが気になってきたんですが、この肥満の三大要素というのがございます高カロリー高血圧氷砂糖が好きなやつ本当にウケないねずっと滑りっぱなしだねあんたはけれどもね、まあ各有私も気になりまして毎朝ウォーキングというのをねやっております嘘ですよ、やってますよこの男ウォーキングなんかしてませんからねいやいや本当にやっております、ね、だいたい昼過ぎまでぐーたら寝てるんですから、いやいやウォーキングするときは女のケツ追っかけるときだけだろかこの野郎
まあまあとにかくやっておりましてね、とにかく人間の衰えは下半身から来るな。下半身ばっか元気じゃねえかよ、言っておりますけれどもね、でも一番怖いのは体の衰えより脳の衰えて。脳はもう衰えてんだよてめえは、言っておりますけれども、以前テレビ番組に出演した時に大学、嘘ですよ、テレビなんか出たことないんですから。いやいや、ラジオに3回出ただけ、もっぱら劇場ですからね。こういう見栄ばっか張るんですよこの男は。いやまあまあとにかくその知り合いの大学の、ほらね、知り合いのって変えたでしょ、さっきテレビって言ってたのに、こういう見栄ばっかあるんですよ大体ね。この男はね、うるさいなお前は。なんだよそれ。とにかくね、その大学の教授がおっしゃってたんですがね、脳というのは使わなきゃ衰えるということでね、ことわざなんか思い出してみるといいらしいですよ。今日は思い出してみようかなと思いますね。犬も歩けば棒に当たる、猿も木から落ちる、猫にこんばんは。はい、滑った脳ある鷹は爪を切る、はい、面白くない。虎ぬたぬきの皮パンツ、はい、鼻毛出てる。桃栗三年僕中年、はい、口臭い。押してもダメなら帰りましょう、はい、イカの死骸みたいな顔。いい加減にしろよお前は。ツッコめよ、 M1 だぞ、つかんでやるよ金やろ。何すんだよお前。なんだよ、何すんだよこの野郎。何だよ、何だ、あいつが見えばかって、ああ、それが一番受けてるじゃねえかよ。見えばっか張るからだよ、気持ち悪いな。なんてことするんだよ、なんてことするじゃねえよ。てめえは負けすっからだろうがよ。だからあれは違う、ああ聞けよお前は。なんだよ、俺の話聞けよ。あれはな、だから聞けってんだよ。なんだよあれは、だから聞けよ。聞きたかねえよ。どう考えたったら誤解じゃねえじゃねえかよ。言ってんだよお前、なんなんだあの領収書よ、ジュエリー巻きのって宝石じゃねえか。どうせスナックのババに貢いだんだろうがよ。そんなことするわけねえだろうが。聞けっつんだよ。今日は大事な日だろうが。 M1 なんか関係ねえんだ私にゃ。 M1 のことじゃねえよ。なんだよ今日は、今日は俺とお前結婚25周年の日だろうが。ああもらえない、もらえない。私ケンちゃん、ひでこんな、いいからつけてみろ、こんな姿にさせちゃった、いいから、こんなひどい姿にさせちゃった。私もらえない、もらえないよケンちゃん、やめて。ぴったり25年間今までありがとう、これからもよろしくな。ケンちゃん好き。俺もだよ。明けましておめでとうございます、ね、はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきました、ね、トップバッターですか、頑張ってやっていきましょう、2014になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか、はい、いい年でしたよ。先ほどのね、先ほども言ってもらった、先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから、2人とも、我々2人とも、ありがとうございます。ねえ、よかったですよ、すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。嘘つけよお前、ほんと。しかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよ、お世話になりました。言うわけねえじゃん、ほんとなんです、これ嫁も言ってたから。いや、そんなこと言うんだったら嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね、うちだってね、1ヶ月で肝が座ったんだ。やだよそんなの、肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った。怖えよお前、目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院、体調悪かったんだろ、じっとしてたって体調悪かったんだろそれよお前。4ヶ月目で退院ですよ。1ヶ月も入院したのか、お前は。その時にお世話になりましたって。いや、そのタイミングで言ったんかよ、そのタイミングで言ったんですよ、病院側にお礼したんかよ、嘘つけよお前は。本当のような嘘の話なんですけどね。嘘なんじゃなきゃ結局よお前、時間は返すよお前、バカ。でもね、可愛いですよ、子育て大変大変って言われましたけどね、めちゃくちゃ可愛い、全然大変じゃないね。まあ今はね、もうよちよちやってるだけですけどもね、うん、そのうちでも小学生とかがあったら大変だよ、うん、何が。だから子供同士で喧嘩して、うん、で相手方を怪我なんかさせちゃったら、これ、あ、それあるだろうね、向こうのうちにね、親だから、うん、謝りに行かないといけないよお前。いや、それぐらいできますよ、できる、我が子のためだったらいくらでもあって。ちょっとやってみよう、はい、うん、ピンポーン、はい、どうぞ、こちら失礼します。あ、どうも、この度はちょっと、いやね、本当に申し訳ない、まあまあまあ、分かるんですけど、子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、うん、その、どうかしました？なんか臭いですね、この。失礼だろ、ね、どういうことだよ、それよ、お前よ。豚でも飼ってた？豚なんか飼ってねえよ、お前。相当臭いだぞ、それ。誰が豚の匂いだ、この野郎、お前は。そうですか。
あ、謝りに来て人んち臭いってどういうことなの？申し訳ございません、本当に。うちの息子はあんたんとこの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて。蹴られた？そうだよ。何かの間違いじゃないんですか？あざもあるよ、ちゃんと、あったく。本当に蹴ったんですか？蹴りましたよ。いつも言って聞かせるんですよ。本当かね？喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴る。どんな教育してんだよ。格闘マシン育ててんのか、おめんとかよ。蹴ったんですか？そうですよ。しかも蹴った後にね、はい、あの大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ。申し訳ございません。タク。うちの息子はね、あのポケモンのことになると、周りが見えなくなるんですよ。こうなってしまう。ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか？もう帰ってね、ボコボコにしてやります。やりすぎだよ、それ。いや、それはそれぐらいやらないとダメなんです。それぐらいやらないとダメなんです。子供に手は出していきます。子供ってもね、うちの息子も32ですよ。おっさんじゃねえか、お前。もうボコボコにしてる。32のおっさんかよ、お前。何ポケモンカード取ってんだ、お前。筋トレ変わりもんじゃねえか、お前。いや、ポケモンはね、大人でも楽しめる。いや、分かってるよ、そういうことじゃねえ。子供から取んなって言ってんだよ、お前。どうすんだ、お前、全く。本当に、これ、あの、つまらないもんね。いや、そういうつもりって言ってんじゃねえ。いや、本当、こっちの気が収まらないんだよ。なんだよ、全然喋れてねえな、全く。収まりませんので。こっちの気が収まります。何なんすかこれ。スーパーファミコンです。いらねえよ、明らかに使わなくなったもんじゃねえ、これよ、お前。じゃあ、あの、これお口なうかどうか分かりますか。いや、私お酒は飲まないんですよ。ノウサギです。いらねえって。あ、いや、生きてんのかよ、バカ。話すな、人んちにノウサギお前話すな、バカ。お前はもう、あの、これちょっと手持ちが少ないんですけど。いや、一番おかしいでしょ、これ。裸で現金っておかしくないですか、これ。嫁の髪の毛です。気持ち悪いよ、お前。何持ってきてんだ、お前。いや、乗っけんなよ、人の頭に。乗っけんじゃねえよ、お前。これ何してんだ、お前。むちゃくちゃか、お前。一個も謝罪できてねえぞ。そんなんでお前よくできるなんて言うな、お前。じゃあちょっとやってよ。俺がやるわ、お前。俺が大人の対応見してやる。ピンポーン。はい。あ、すいません、ミラの父親でございます。どうも。この度はうちの息子が大変申し訳ございません。いやいや、いいんですよ、子供同士のやることですから。いやいや、そういうわけにはいきませんので、あの、息子さんにちょっと会わせてください。僕ですけど。お前かよ、お前。しっかりしてんな、お前。いくつだ、お前。32です。30のおっさんじゃねえか、お前。はい、ポケモンのさっきのやつかよ、お前。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。お客さん、お客さん、終点ですよ、来てください、お客さん。終点ですよ。え、終点ですよ。え、もう日曜の夕方。商店じゃねえよ。終点ですよ。終点着きました。はい。じゃあ終点に着いたことを祝して乾杯。なんででさ、飲んで飲んで。そうなんだ。そう、なんで飲まなきゃいけないんですか。あんたと俺の仲だろ。飲んだ仲ですか。初対面じゃないですか、私たちは。遠慮すんなって。酒臭いぞ。水臭いでしょ。酒臭いのお客さんじゃないですか。飲んで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 寝ない。お客さん起きてください。あ、すいません、チェックでお願いします。居酒屋か。あの、領収書をね。居酒屋かって。だから、あれ、下駄箱の鍵がね。居酒屋かって。下駄箱なんかないですよ。あとちょっとだよ。あと一息乗ったら帰るからさ。あと一杯飲んだら帰るみたいに言わないでくださいよ。よし、今日は朝まで乗るぞ。居酒屋かって。朝まで飲むぞみたいに言わないでくださいよ、まったく。何言ってるんですか。絵じゃないですよ。大丈夫ですか。もう、お、ちょっとやめて、勘弁してくださいよ。ここはできちゃったみたい。おめでたか。できなきゃないでしょ。言ってんすか。蹴った。おめでたかって。何も蹴らないでしょうが。降りてくださいよ。え、下ろせって。ひどい。いやいや、言ってないですよ。下ろせって言ってないですよ。降りろって言ったんですよ。ひどい、絶対今。いやいや、言ってないから。これ、いや、ちょっと、ちょっと、気持ち悪い。大丈夫ですか。あんたの顔殺すぞ。気持ち悪いだったく。お客さん相当飲んでるでしょ。飲んでないですよ。飲んでますよ。飲んでないですって。本当に飲んでますって。今回勘弁してください。もう点数がないんですよ。飲酒検問か。あんの点数なんかないですよ。おまわりさんじゃないの。違いますよ。コスプレか。いや違うよ。いや、何がコスプレじゃねえかよ。あんたが勝手に鍵らしいな、ま、勝手に勘違いしてるだけだろうがよ。何がコスプレ。うるせえよ、この野郎。何なんすか、その態度。うるせえんだよ、お前、この野郎。何すか。俺はね、嫁子供のためにな、一生懸命やってきたんだよ。いや、それは分かりますけど、ね、それつきしょう。いまだに嫁もできやしねえ。独身じゃねえか。何すか、嫁子供って。何言ってるんですか。何がおかしいんですか、ちょっと。なんか楽しくなってきたね。知らないぞ。ちょっとゲームやろ、ゲーム。やらない。山手線ゲーム、イエーイ。山手線の駅の名前、品川、新宿、渋谷、新橋。あー、あんた強いね。車掌だよ。負けられないでしょうか。もう何言ってるんですか。ちょっともう本当降りてもらわなきゃね。こうなったら鉄道警察呼ばなきゃいけないですよ。警察。はい。実はね、こういうもんなんだ。定期じゃねえか、ただの。何が実はねだよ。こっちも遊びじゃないんでね、暇じゃないですよ、もう本当に。頼むよ、聞いてくれ。最後だから、最後に聞いてくれよ。本当最後ですよ。これ聞いたら帰ってくださいよ。何ですか。俺は会社のために今まで一生懸命頑張ってきたんだよ。それなのに課長はよ、
お前は会社のお荷物だってよ。俺は貨物列車か。何が？なんで俺が叩かれんの急に。急に急降下。いや何がだよだからよ。ああ急降下。何がって全然わかんない。結婚してください。求婚か。いい加減にしろよ、お前。なんで俺がベジベジ叩かれんだよ、さっから。リンゴが10個あります。猫がやってきて、リンゴを1個加えてきました。さあ、リンゴは何個？ 9 個か。11個だ。なんでだよ。猫が1匹やってきて、リンゴ1個加えてった。追加してった。あ、なるほど。加えたっていうのは、足してったってことか。どうでもいいよ。それにしてもあいつ遅えな。たかが近所に出前行くのにどんなにかかってんだ、あいつ。すいません。お前ね、すいません遅いよお前。すいません。何やってたんだよ。いや、なかなかタクシー捕まんなくて。何タクシー使ってんだよお前。何タクシー使ってんだよ。出前なんか自転車で行けよバカ野郎。すいませんでした、エグゼクティブマネージャー。誰がエグゼクティブマネージャーだよ。バカかお前。寿司屋なんだから大将だろ。裸の誰が山下清だよ。誰が山下清だお前は。だっておにぎり握ってるじゃん。おにぎりじゃねえよお前。おにぎりじゃないか。寿司握ってんだろ。寿司ですかそれ。お前寿司職人になりてんだろお前。しっかりしろやったけよお前。それより大将。なんだよ。そろそろ俺にも寿司握らせてくださいよ。何言ってんだお前。10年早いよ。おめえはな、寿司握る前に覚えなきゃいけないこと山ほどあんだろか。全部覚えましたよ。ほう言うじゃねえかお前。本当に覚えたんだな。覚えてます。ああ、じゃあ俺が今からいろいろ試してやっから。はい。じゃあまずこれ包丁研げな、はい、包丁ってのはこれ職人の命だから、ちょっと研いでみろ。わかりました。今日は生きのいい若いのが入って。鬼ババかお前。ヒッヒッヒじゃねえよお前。何してんだよ、怖えんだよおめえよ。全然できてねえじゃねえか、もういいや。よーじゃあシャリだ、シャリ。シャリってのはな、寿司の基本だからな、これがうまくなきゃもう全然話になんねえから。よし、ちょっとお前シャリ握ってみろ。握れんだな。ちょっと変わらって取ってきます。砂利じゃねえよお前。砂利握ってどうしようってんだてめえ、この野郎。泥団子でも作んのか。違うだろうがお前。もういいよ、俺がやるから見とけよお前。こうやってさっつって、おっ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 、こんなもんだお前。軽く握んだ、強く握っちゃダメなんだ、シャリってのはな。軽くですね。軽く、ちょっと握ってみろ。よっお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 っ、握りっぺじゃねえよお前。せえなよお前。軽くにやりますよ。軽くやったってなんだてめえ。匂い軽くしました。匂い軽くってわけないの言ってんじゃねえよお前は。寿司を握れっつってんだよお前。まずお稲荷さん握ってみろ。はい。おっ、何やってんだてめえ。誰のお稲荷さん握ってんだてめえ。え、ちっちゃかったですよ。やがしやこれ。二人前あるねそんなもんは。二人前やがしやお前。余計なこと言ってんじゃねえよお前。お稲荷さんを握れっつってんだろ。俺はね、お稲荷なんか握りたくないんですよ。なんだと。やっぱね、主役の魚さばきたいんですよ。おお、言うじゃねえかお前。口だけは言っちまいだな。おい、じゃあそこの魚さばいてみろお前。いやー、ぬるぬるしてる。女子か。あー、ちょっと動いた。女子かっつってんだ。水仕事で手が荒れちゃう。女子かっておめえ。やる気あんのかお前。早くさばけやそれ。俺はね、こんな魚さばきたくないんですよ。なんだと。やっぱ旬のネタさばきたいんですよ。旬のネタ、マグロなんだ。マグロな。マグロは切れません。なんでだよ。拙者の刀は人を切るためにある。侍か。人の体ではなく心を切るんだ。侍か。死ねえ。侍がダブねえなてめえ。殺す気か。何なりか。殺す気かお前。何言ってんだお前。今言ったじゃん。俺はこのために殺す気かって言わなきゃいけねえんだお前。わけわかんない言ってんじゃん。もう全然ダメだお前。お前なんか寿司に行ってもお前話になんねえから。まずな、接客から覚える。接客。はい。お客さんあってのもんだから我々はな、はい、よし、じゃあな、あの寿司握るときはな、へいを待ち、これが一番大事だからな。なるほど。ここをポイントバシッて言うと分かりました。よし、はい、俺客やるからちょっとお前やってみろ。はい、うん、よいしょい。じゃあね大将、アジ握って、へいへいハマチ。お待ちだよお前。アジ握っててハマチでややこしいだろうがお前。これお前なんか握るの話になんねえお前。もうダメだ。出前行ってこいお前。出前、まだ出前しかできねえんだお前は。はい、急いでこいよお前。はい、タクシー使うなよ。やろ、あいつ想像以上に何もできねえな。あいつだけはやったく。はぁ、行ってきました。随分早いな今度は。なんかお前に怒ったら腹減ってきたな。飯でもしようか。いや俺はいいっす。お前出前食ったろ。はい。クビだ。どうもダンデンです。よろしくお願いします。いやー、もう今日もいっぱい出てまして、いいじゃないですか。ねえ、ね、もうありがたいですね。はい。もう僕らも頑張っていかなきゃいけないですよ。トップバッターですからね。はい。いいですね。はい。あれですよ最近ね、まあいつの時代もこう物騒なこととかが多くて、まあね、怖いこと怖いこととか多いじゃないですか。
僕ね、僕もね、怖いことがあってね。あ、なんか怖いことあったんですか？僕腰痛がね、怖いんですよね。腰痛が怖い？はい。またじいさんみたいなこと言いますね。いや、腰痛はね、あれですよ、一言じゃないんですよ、これ皆さんもね。そうですか？日本人の8割が腰痛持ちですから。あ、そうですか？今ね、皆さん若いですからいいですけど、はいはい、もうね、普通の私生活でね、もうひょっとしたところ、ちょっとしたところにね、ひょっとしたところにね、落とし穴ありますからね。なるほどね。腰痛の引き金になるね。生活しててもね、いろいろありますからね。ありますよ、例えば重たいもの持つ瞬間とかね。これ一番多いですよ。グキッとか、腰痛めたりとか。一番痛めたり。あと、急に立ち上がった時とかね。これなんかね、グキッといっちゃいますよ、本当に。あと、食事中とかね。こういう時もね、こうご飯食べててポロン落としてね、箸を拾う時にグキッといくね。行かないんだ、そこは。そこ全然行かねえんだ。ごちそう、グキッ。そこで行くんだ。これぐらいで行くんだ。あと、友達にね、呼びかけられて振り返る時ね。それぐらいでなりますか。何？いや、そりゃなるわ、そんなもん。そんな振り方したらなるわ、そんなもん。まあ、こうでいいじゃないか、こうで。あとね、こうでいいじゃないか。いや、どうでもいいじゃねえか。こう振り向いたぐらいで、ね、ある、まあ、あと腰、後ろから腰を人差しとね。腰痛関係ねえじゃねえか、全然。ブス。いや、ブスじゃねえよ、そんなもん、お前。ダメだこりゃ。なんじゃこりゃだろ、それ。ダメ、長介になってんじゃない、それで。優作で行って、そこは。どっちでもいいけどね。それ怖いじゃないですか。怖いですからね。まあ怖いもの知らずか。怖いもの知らずかっていうか、いや怖いですよ、怖いもの。怖いものある？いや、ありますよ、いろいろ。何怖いですか？なんですかね、まあまあ幽霊とかね。あ、幽霊とか怖いですか？怖いですよね、皆さん、やっぱり。全然怖くないですよ、僕信じないですからね。なんで怖くないの？全然怖くないんだよ。信じてないの？信じてない。人間の魂とか、うん、信じてないの？人間の魂がね、物に宿ったとかね。いや、そんな信じないですよ、僕は。信じない？うん。バカだね。お前信じてんの？ありますよ、絶対。例えばね、山のてっぺんとか行くでしょ、うん、じゃでっかい岩があるんですよ。岩ありますよ。で、岩をよーく見てみると、目、鼻、口がついている人間の顔のような岩。あー、それありますね。あれ、魂が入ってる、うん。あとあるのがね、岩のような顔の人間。これ悪口じゃねえか、ただのそれはよ。今日もね、ゴロ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 、ね。いないいない、今日は。岩場かなと思いました。そんなことはね、それは生まれつき、そういう顔。それは生まれつきだからしょうがないですよね。あとあるのは心霊写真ですよ。心霊写真ありますね。ねえ、お寺の前で記念撮影で走って撮って、現像して見てみたら、後ろの方後ろに首のない男が立って、これ生まれつきじゃねえ。どんな生まれつきだよ。生まれつきだよ。生まれつき首がねえやつがいるか。そんなだよお前、高校の時田中実ってやつ首ないんだよお前。先生、先生、首が短いんだ。先生体育休んでいいって。いや、太ってるから。すごいデブなんですよ。首とかなくてね、もう太もも太すぎて股ずれって起こしちゃって、この股ずれ力で火がつくって噂になったんですよ。それヤンキーたちが集まってきて、お前本当に作るかつけてみろって。うわ、ついたべーって、みんなでわっしょいわっしょい。わけわかんねえよ。なんで胴上げするんだよ。ついたからです。めでてえ話になってんじゃねえか。めでてえじゃねえか、ついたんだぞお前。知らねえよ。死とかね、せっかく怖い話しようと思ってお前全然怖くないもん。だって本当普通にね、話しててね、お前の話し方が下手だよ。何が怖い話の話し方が。お前できんの？俺はね、うまいよ、本当怖い話。じゃあお前やれや。じゃあいきますよ。ねこれね、すっごい怖いんですけどね、これ今からする話はね、本当にあった話じゃないんだけど。じゃあダメだねえかよお前。先に嘘ですよって言っちゃバカ言うなもん。言っちゃ、すげえ怖い。いやいやいや、それは言っちゃダメだろ。自信あんの？でも本当にあった怖い話って言わなきゃ。これは本当にあった怖い話。そうですよ。じゃあそれ本当にあった怖い話。じゃあそれやりますね。あるカップルがいたんですね。でね、女の子にね、子供ができちゃって、で男がね、まだ出てくって殺しでね、で聞こえねえんだよお前よ。腹立ってくるんだ、聞いてて。お前の中では雰囲気出そうとしてんのかもしれんけど。何やってんの？わかんないから。そこは張って、もうちょっと。雰囲気は分かった。分かった。怖い雰囲気は伝わった。いや、怖くしようと思って。やりすぎ。あ、そっか、分かった。うん、もうちょっとあのね、あるカップルがいてね。で、女の子の子供ができて、男の人がまずいと思って殺したんですよ。その女の人はね。でね、その死体をね、大きな木の下に埋めたんですよ。で、何年か経ってね、男の人が偶然、その木の前に夜中に通りかかったら、夜中なのにちっちゃい男の子が一人ぼっちで泣いてるんですよ。あれおかしいな、なんでこんな夜遅くにね、男の子一人ぼっちなんだろうと思って、僕どうしたのって聞いたら、うんうんうん、泣いて答えないんですよね。で、お母さんはって聞いたら、お母さんはね、いないのって言うんですよ。じゃあ、お父さんはって聞いた、お父さんはね、お父さんはね、お父さんはね、言う。いや、英語で言うな。お前だったらもういいわ。あれ、このデパート初めて来たけど結構広いんだな。完全迷っちゃったな。あ、インフォメーションがある。すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど、090-23。携帯番号じゃねえ。なんでナンバーみたいになっちゃってんだよ。簡単に押しすぎでしょあんたも。ほいで、いやいや、場所を聞きたいんですけど。それでしたらそこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です。誰が坊さんだよ。いや、お寺行きたいわけじゃないんですよ。売り場をね、ちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね。家財道具なん
ちょっと人の話聞いてんすか。知らないおじさんと喋るなって言われてる。子供かお前。誰がおじさんだよ。売り場を教えてよ。ちょっとバリカンコーナー地下1階です。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り、ギフト売り場、ギフト売り場知ってます。ギフト売り場、はいはい。あー、お気遣いなく。お前にじゃねえよ別に。なんであんたに買ってやんねえ。いけない。じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをね、いろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますので、まとめて行ってください。本当それ助かる、はい。ちょっとね、いろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい。あのベッドってどこに売ってます。セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ別に。買いたいのベッド。ベッドですか、はい。あとはね、あの家電はどこに売ってますかね。それでしたら一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えんなよ。他の店教えてどうすんだよ。何やって。他はあと、あ、おもちゃ売り場って何階ですか。子供用ですか、大人用ですか。子供用に決まってんだろ。何してんだお前。子供用、はい。何だお前。他はあとね、あ、スーツ欲しいんだ、あの紳士服売り場ってどこですか。あ、それでしたらきび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎かお前。その前に熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだよ。何言ってんだお前。あらなお前。妻は博多真由子です。は、博士太郎か。何が、てめえ何客の頭叩いてんだこの野郎。お前ふざけんじゃねえぞお前。責任者やべってめえこの野郎お前。てえな。でそんなことしたらちょっとトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ。あ、大ですか小ですか。なんでそんなこと一時聞かなきゃいけねえんだよお前。もしかして中。なんだ中ってよお前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。 あちらになってます。あ、向こう、はい、うわっやばい、財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか。あ、お財布ですか。はい、こちらのお財布でしょうか。いやそれじゃないですね。じゃあこれですか。いやそれでもない。じゃあこれですか。マトリョーシカかお前。なんだ次々よ。これじゃない。これじゃないっすよ。あ、じゃあ届いてませんね。あと、はい、あの車のキーも一緒に落としちゃったんですけど届いてないですか。あ、そちら届いておりますよ。本当、はい、よかった。おめでとうございます。 MVP か。なんだこれお前。こんなもんってあるかお前。もういいわ。一緒に来た友達に探してもらうから、ちょっと呼び出しかけてくれる。はい、かしこまりました。犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が詐欺だよ。いい加減にしろ。あれ、あの今日から新しいアシスタントの子を組んだね。うん、まだ来てないの。あ、どうなってる。すいません。すいません。えらいの来たなおい。君が新しいアシスタントってのは。本当にすいません。今日からアシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。初回から遅刻ってどういうつもりだよそれ。少しでも先生のことを詳しく知ろうと思って先生のうちに上がり込んでました。空き巣かお前。何してんだ勝手に上がり込んで。いや大丈夫です、大したものなかったんで。うるせえよお前、あるよいろいろ。何言ってんだ。もういいや。とりあえずじゃあ番組始めましょう。はい、本番いきます。5秒前4、3、2。こんにちは、3時間6分クッキング。長えよおめえよ。何時間やってんだお前。3分だ3分。3分クッキングです。はい、それで今日は何を。今日はね、カレーを作っていきますよ。え、私さっきカレー食べてきちゃった。知らねえよおめえの事情は。なんでお前に合わせなきゃいけねえんだ俺は。食べたんじゃなくて飲んできたんです。デブかお前。デブの発想じゃねえか、カレーが飲み物なんて。カレーいきますよ、はい、美味しいカレー作りますからね、はい、やっぱりカレーはね、大人から子供までみんな大好きですからね、うん、2ヶ月前に別れた彼も大好物でした。さあそれじゃあね、材料の確認しましょう、はい、まずはこれ北海道産のジャガイモでございますね。彼も北海道出身だったんです。さあそしてですね、こちら人参でございますね。彼は人参嫌いだった。うるせんだよおめえよ。何失恋話につなげてんだいちいち。この野郎。大丈夫です、私立ち直りましたから。いや別に励ましてねえよ俺別に、はい、忘れろそれは。今仕事に集中してくれよ。じゃあ材料確認もう一回しますよ、はい、ね、これが玉ねぎですね、はい、はい、でじゃがいもですね、はい、こちらの大きなじゃがいも。誰がじゃがいもだとね。何してんだこの野郎お前は、はい、こういったものを入れていきますからね、はい、そしてチョコレートも用意しました。はい、はい、チョコレートは隠し味に非常にいいですからね、うん、合間にかじるんです。完食かお前。何チョコかじりながら番組やってんだこの野郎。入れるんだよ隠し味 で、はい、じゃあ早速ね作っていきたいと思いますよ、はい、それでは先生下準備の方お願いします、はい、はい、まずはですねこの人参をさいの目に切ってってくださいね。ちょうど奥歯ぐらいの大きさですね、そしてねこの玉ねぎの皮を剥いてってください、ね、足の裏の皮を剥くように、はい、そしてこのチーズを粉状に削って頭のふけぐらいで。汚ねえんだよおめえ。下手くそか例え。食いたくないわそんなもの。なんだお前は。ちゃんとやりなさいよ、はい、あの細かく刻んだ野菜を鍋に入れて火をかけますね、はい、はい。そしてですねあらかじめ炒めておいたお肉をですね鍋に入れたいと思います。お肉を出してください。はい、はい、こちらをですね。あれお肉が減ってんな。
何なんですかね。おめえ食ったろこの野郎。おい何食ってんだ大量。毒味です。毒味じゃねえよ、はい、お前何やってんだお前。食うんじゃないよもう。もういいや、はい、はい、じゃあこれで、お鍋にお水を入れていきます、はい、さあここからでございますよ。ここで先生のマル秘レシピです。はい、はい、隠し味にですね、はい、醤油を少々。醤油ですね、はい、はい、そしてすった生姜を少々。はい、こちら生姜。はい、はい、そして最後に日本酒を。はい、飲んでんじゃねえよお前。分かりやすい、分かりやすいな、おい分かりやすい酔っ払いかお前。これアップじゃねえよお前この野郎。何飲んでんだお前は。もういいや。でですね、ここでルーを入れます。ムーンにフィット。大芝かお前。なんでルー大芝やったんだ今。カレーのルー入れんだろうがよ、はい、カレーのルーを入れまして30分ほど煮込みます。はい、こちらがですね30分煮込んだものになります、はい、こちらですね、はい、そしてこちらが、お皿に盛ったものになります、そうですね、そしてこちらが、食べ終わったものです。遊びすぎだよお前。いいんだよこんなことしなくてよ。煮込んだものだけでいいんだ。しまえよこんなものお前は。はい、すみません。はい、じゃあね、煮込みましたんで、はい、だいぶ良くなってきたな、はい、じゃあ開けてみましょうか、開けてみましょうか。うわー、この続きは CM の後。バラエティーかお前。この後カレーに何かが起こる。バラエティーかっつうんだよ。続きはまた来週。バラエティーかっつうんだよ。こちらになります。どうぞ。おー、はー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 。なるほどね、いい部屋ですねこれは。いやいやいや、ありがとうございます。全然いい部屋ですよこれは。お客様本日ご宿泊でよろしかったでしょうか。ご宿泊で頼むよ。一泊二日で。うん、一泊で。ありがとうございます。それ以降のご利用ご延滞料金かかりますね。レンタルビデオか。さあお客様お疲れになったでしょう。あー、すいませんね。お風呂に吊るするでもご飯嫁か。何急に慣れ慣れしくなってんだよ。そんな風に言わなくても少し寂しかった。嫁かって。何急に嫁ずらしてんだよ。なんだ、私の命はね、あと40年なんですよ。余命か。余命40年って結構あるじゃないか。結構あるんですよ。あんな話をしてるんだ君は。まったく。いやいやいや、もういいよ。あ、お客様、さあどうぞ。お茶とお菓子、どちらにされますか。ケチか。なんだこれ、どっちか一つってなんだ。二つで一つでしょうか、こんなものは。あ、じゃあ二つ一つ、どうぞ。何をしてるんだよ、ったく。はい。いやでもね、はいはい、私はね結構温泉なんかが大好きでね。ああそうなんですか。日本全国いろいろ回るんですよ。へえ。だからちょっと温泉にはうるさいですよ。ああそうですか。ここの温泉のあの効能はどうなってるんですか。あ、うちの温泉の効能はですね、うん、肩こり、神経痛、リウマチに効くとか効かないとか。噂か。なんだ効くとか効かないとかってのは。いや、でもね、ここだけの話、うちの旅館にはね、総理大臣も泊まりに来たんだとか。噂かって。だからだとかじゃないよ、はっきりしなさいよ。でもあれでしょ、はい、ここの温泉なんか芸能人が結構来たりするんでしょ。え、本当ですか。噂か。噂かそれも。本当です、初耳ですよ。そうなの、はい、そういう風に聞いてたけどもね私は。あ、そうですか。まあでもね、はいはい、ちょっとこ温泉の話したらちょっと入りたくなっちゃったら。あ、そうですか。行こうかな。温泉の方ただいま掘ってる途中なんで。見切り発車か。温泉湧いてもいないのに何で旅館やっちゃってんだよ。いや、あの大浴場あるんですよ。あ、そういうこと。露天風呂の方だけちょっと今。あ、露天風呂、はい、まあまあまあ、いや、じゃあ後で入りに行くからちょっと、はい、なんか楽な格好したいから。あ、浴衣かな。浴衣ね、あの、はい、あの、うん、2着でよろしかったですね。いや、なんで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 。え、一人しかいないのから1着でいいよ。いや、でも先ほどこの部屋に女性の方が入られるの見たんですけども、お連れ様じゃないんですか。は、髪の長い白い着物を着た女性が、振り返るとちまみれで。怖い話か。なんだ急に。お前だ。怖い話かね。なんだそれ、めちゃめちゃだな君は。めでたしめでたし。昔話か。昔話じゃないかそれは。もういいから浴衣を出しなさいよ。浴衣の何種類かございますんでお選びください。あ、何種類かあるの。はい、 おう、オレンジ、黄色、ピンク、水色、紫、黄緑。焦点か。焦点じゃない全部。あと少し小さめなんですけども、あの赤っていうのもございます。山田くんかそれ。山田くんじゃない、赤は。いいから浴衣を出しなさいよ。まったく山田くんかと。だからなんで座布団持ってきてんだよ。だ、山田くんかとか。なんで私の持ってくんだよ。何も知らないだろうが私は。おい、いいよもう。お客様、お食事の方なんですが、おうおう、フィッシュ or ビーフ。飛行機か。シートベルトお締め。いや飛行機かっていうの。シートベルトなんかないよなって。え、いやそんな痛くない。こん中にお医者様いらっしゃいますか。いや飛行機かってだから。わししかいないよこの部屋は。何を言って。食事はもう8時にこの部屋で食べますよ。お部屋でよろしいんですか。え、あのお食事の方、お部屋、宴会場、露天風呂。え、露天風呂でご飯食べれるの。いいえ。思わせぶりか。なんで言うんだよ。じゃああの和食、洋食、中華、イタリアン、フレンチ。イタリアン、フレンチも食えんの。いいえ。思わせぶりかって言うなよ。じゃああれ三浦、俺ら中学校の時の鈴木。おお、久しぶりか。何がだよ。久しぶりじゃねえか。いや、お前がそういうふうにやるからだろうが。あれが久しぶりだよ。いいよ、部屋で食べるよ。部屋で食べますか。わかりました。じゃあ、あの、布団の方引いちゃいますね。あ、引いちゃって、はい、引いちゃって。
いやー、でも今日は本当疲れたからね。うん。やっぱ疲れを取るにはね、温泉が一番だからね。ここら辺でバッと引いちゃってね。はい、わかりました。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ね、バーッと引いちゃって。よいしょ。うん。だ、ごゆっくり。夏か！なんだこのタオルケット一枚って。風邪ひくだろうが、こんなもんは。すいませんね。考えなさいよ、ったく。キャンプかってだから、なんで寝袋で寝なきゃいけないんだ、俺は。じゃあ、外にハンモックかけときますね。南国か？な、揺られて寝るのか。じゃあ、外に力士二人戦わせますね。両国か？南国と両国しかやってない。引きなさいよ、ちゃんとしたやつを。はい、すいません。何言ってんだ、いや。はい、すいませんね。そういうの引きなさいよって言ったらね、引いて引いてね、そう、お前いて、お前いて、ずるいぞ、お前いて、いてって、お前ずるい、お前俺まく修学旅行か、ほんとだ、やめろ、痛いな、やめろ、お前ギブ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 、修学旅行か、修学旅行か、修学旅行、おら、なんで俺肩たたかれなきゃいけねえんだ、この野郎、めちゃめちゃだな、お前。もういいよ、もう布団引いたから、お前もう出てってくれ、はい、もうちょっとゆっくりするから、もうゆっくり、あ、うん、あと言い忘れてたんですけれども、何よ、実はこの部屋出るんです。出るってまさか。はい、痴漢が、電車か、あとクマも、屋外か、あと白クマ、北極か、あとオーロラ、南極か、そこしかやってねえじゃねえか、この野郎、上を向う名曲か、知らねえよ、お前が歌ってんじゃねえか、俺歌ってねえじゃねえか、お前、メロディーは僕が作りました、作曲家、知らねえ、てめえさっきから手ぶらでパンパン叩き上がって、冗談じゃねえぞこの野郎、責任者だぜ責任者、あのクレームの方は旅館の従業員に言ってください。じゃあお前誰だよ。あれ、今日達成いたしました、タカ&トシのお二人です。最近この辺りじゃ靴が増えてるらしいからな、怪しいのを見つけたらどんどん捕まえるぞ。わかりやすい、わかりやすい、嘘、実際にいたんだこのタイプ、嘘だ、でキョロキョロしてるけど全然俺に気づいてねえし、何これ、おい、ちょっと君止まりなさい、もっと強くお願いします。は？もっと強く言ってください。おい止まれ、もっと止まらんと撃つぞ、もっと止まれ、もっと撃つぞ、あー撃ってください、 M かよ、なんだ気持ち悪いな、なんなんだよ、止まれっすらすぐ止まりなさいよ、じゃあこれ、いや、じゃあじゃないよ、何やってんだよ、止まれっつってんだろうが、何をやってんだ、最近はね、ここら辺で空き巣が増えてるんだよ、まさかお前、私のどこが空き巣なんですか、空き巣だろ、どうだって、逆に空き巣以外何に見えたって話じゃねえか、これ、じゃねえよ、じゃあ聞くけども、なんだこの格好、答えなさい、答えなさい、23番泥棒、仮装大賞か、なんだそのごまかし方、大体なんだその口の周りのヒゲ、お前典型的な泥棒ヒゲだろうが、これはあの罰ゲームで書かれたんですよ、羽つきか、ずいぶん正月おせえな、おめえよ、本当は何なんだ、本当はサンタクロースです、もっとおせえじゃねえか、ずいぶん前の話じゃねえか、そんなもん、いや、慌てん坊なんです、いや、もう今年の分配んの、はい、どんだけ慌ててんだよ、お前は、よくこんな格好でお前泥棒じゃないなんて言えんな、本当に違うんですよ、そんなことお前警察に通用すると思ってんのか、警察、いや、気づいてなかった、お誰だと思ったんだよ、この格好見て、ああじゃないよ、もういいよ、ちょっとね、身元確認するから、名前教えて、名前は、ネーム、年齢は、オールド、仕事は、ビジネス、家族は、ファミリー、英語聞いてねえよ、あの俺がお前に英語聞かなきゃいけねえんだよ、年齢はいくつに見えます、合コンかお前、めんどくせんだよ、あんた俺が当てなきゃいけねえんだ、いくつだ、29です、29ね、嘘です、37です、なんでサバ読んだんだよ、20代の方が受けがいいかなと思って、合コンかっつってんだよ、王様ゲーム、合コンかっつってんだよ、あんたお前と王様ゲームやんなきゃいけねえんだ、ノリ悪い、合コンかっつってんだよ、あんたノリって、あんたはおかしなやつだな、ちょっとパトカー来い、お持ち帰り、なんでお持ち帰りだよ、死ねえよお持ち帰りなんか、気持ち悪いな、あんなんだ、大体よお前こんな時間にこんな格好でお前どこ行ってたんだ、家から出てきたとこです、じゃあこれからどこ行くんだ、自分家に帰るんだ、泥棒じゃねえかそんなもん、ただの泥棒だろお前、こんなでっかい風呂敷、ちょっと中身見せてみろ、やめてください、いいから、やめてください、いいから、やめてください、泥棒、お前じゃねえかそんなもん、誰が泥棒だよ、
なんだそんな見られたくねえな。だったら自分で言え。その中身何入ってんだ。夢です。かっこよくねえよ全然。何かっこつけちゃってんだ。ああ、もうラッチ上がってください。僕の夢はお化けにあなたにあるんですか。何が夢だ。僕の件いいから。なんだこれ。燃えないゴミですか、ね、うるせえよ。どこがゴミだこれの。お前が盗んだんだろうが。よし、証拠出てきたな。よし、連行だ。いや、連行なんか無理です。言ってねえよ。連行だっつってんだよ。連行だったら天ぷらです。連行じゃねえよ、うるせえな。連行だって来い、お前やろ。なんだ急にお前は。何がおかしいんだ。お前に、いや貴様に私を逮捕することはできない。なんだと。国家権力って知ってますか。お前ら、いや貴様ら現場の人間がどうあがいたって私を逮捕することはできないんだ。なぜなら私の父はまさか警察庁の日本のトップに君臨する泥棒だからだ。家族ぐるみじゃねえか。パパ、いやもう派手な演出で、派手ですね。最後ですからもう優勝しましょう。この勢いで、頑張ってやっていきましょうよ。取っちゃいます。いや、はい、本当に頑張っていかないといけないですよ、もう頑張っていきましょうよ本当に、緊張しますねやっぱり。いや緊張しますよ、もうやっぱり M1 の決勝ですからね。そりゃそうですよ。尋常じゃないよ緊張が。あ、そう。もう昨日からずっと緊張してましたから。あ、そう。もう飯も全然食えないぐらい。大丈夫なの、お腹空かないの。全然空かない、緊張しすぎちゃって。はー、もう大変。まあ、それぐらいやっぱ気合入ってますよ。やっていかなきゃいけないんですけど、本当に優勝したいですから ね。まあでもこうやって僕らもね、はい、漫才やらさせていただいてますけ ますけども、これからいろんな仕事やっていきたいね。やっていきたい、挑戦していきたいですよ。あのドラマなんかいいじゃないですか。ああ、ドラマ出てみたいわ。ねえ、ところね、学園ドラマ憧れますよ。学園ドラマ昔からヒット作が多いからね。そうですね。あの古くあの武田鉄矢さんの代表作。カンパチ先生。金八先生だよそれは。金八 ね。あとあのちょっと前ですが、あの反町隆史さんが鬼塚先生やってる。ああ、BBQ。バーベキューじゃねえかそれ。GTO ごつい綱おにぎり。おにぎりじゃねえよおめえは。腹減ってんじゃねえかお前やっぱり。え、なんださっきから。いや、たまたまですよそれは。え、たまたまだ、で、あの最近ヒットしたといえばね、あの佐藤隆太さんが野球部の監督やってた。あ、シェーキーズ。ルーキーズ。腹減ってんだろお前やっぱり。なんださっきから食い物ボケばっか。腹減ってない。大丈夫か。あと一番最近ヒットしたというのは仲間由紀恵主演のね、ラーメン。めちゃくちゃじゃねえかよお前。ラーメン極戦全然合ってねえわお前。そんな腹減ってたら飯食ってこい。いや、行かなくていいよバカ。漫才中に飯食いに行くやついるかお前。イルカって食べれるの。いや、イルカの話はしてねえよ。いないですよって言ってんの。ああ、そういうことね。集中して。いや、もう集中していきますよ、もう最後ですからね。ドラマですよ、ドラマ。ドラマ出てみたいですよ、やっぱり。やっぱあの、熱血先生がね、あの生徒バシッて怒るとこ、あれいいよね。かっこいいよね。あれいいよね。お前ら恥ずかしくねえのか。一人をみんなでいじめて、なんとか言ってみろ。なんとか言ってくれよ先生よ。生徒役かよお前。無理だろ、30過ぎて生徒役は。いけるだろまだ。いや無理だよ。小6役だよ。いやもっと無理だよ、小学生なんて。いけるよ俺だって。普段いつも小学生と遊んでんだ。危ねえんだよお前。俺結構ワンパクだよ。何してんだ。女子の髪とか平気で引っ張るから、ね、危ねえ。エッセンダークも平気でめくるしね。危ねえ。エッセン水溜りとかとりあえず入るからね。何してんだお前。転んでも泣かないよ。いや当たり前じゃねえか。自転車の補助に肩を外して乗ってるから、ね、近所の危ねえ親じゃねえかお前。危ない親父だよ。危ねえ。おやじだよって言ったんじゃねえか。およよよって言ったんだ。およよよじ先生役をやって。なるほどね、お前ら席つけ。聞こえねえのか。席につけ。席につけって言ってるんだ。バン。いやちっちゃいなお前。おい、教壇ギリギリ。ちっちゃいよ先生。ちびっこ先生。ちっちゃい。何をしてんだお前。誰がそんなちっちゃい先生やるって言ったよお前。もっとでかくしろお前は。はい、座って。でかすぎるだろ今度お前。生徒をつまむんじゃないよお前は。よ、席ついてね。席ついてね。何してんだよお前は。ちょっと席チェックメイト。チェックメイト。なんで生徒チェスやってんだお前。生徒でチェスやってる。ちょっと西田敏行意識してんじゃないよお前は。じゃないよお前。ゲーな普通でいいんだ。でかさはお前。お前ら恥ずかしくないのか。お尻にバナナなんか挟んで。どんな状況だよお前。見たことあんのか。学園ドラマでケツにバナナ挟んでんのお前。俺あんまドラマ見てないんだよ。はぁ、あ、ドラマ見てないからよくわかんねえんだな。まあ、あるですよいろいろ。あるですよ。あるですあるです。何よあるです。いいシーンなんか学園ドラマ宝庫ですよ。何一番感動するのはやっぱあれですよ、卒業式。あ、最終回ね。そうですよ、先生がね生徒一人一人に言葉を投げかけていく。生徒も本気で泣くからね。あれそう、先生も泣きながらもどっちも泣きながらアドリブとか入ってくるらしいですから。あれは感動のシーンです。確かに感動する。あそこいいよね、うん、青木お前は3年間よく
一日も休まず来てくれたな。ありがとう。青田。泣きすぎだよお前。おい、いや泣きすぎなんだよお前。なんで森進一になってんだお前。いや樹もいらねえよお前。5点ぐらいのモノマネですよあなた。よくやりますね。いやいや、やらなくていいっすね。似てるでしょ。全然似てねえし。いや泣きすぎ、先生が泣きすぎると見てる方引くから、逆に。あ、そっか。そこは涙をこらえながらこう言うみたいなとこがいいんだよ。赤山、先生知ってます。お前が教室の花に毎日水をあげてくれたこと、ありがとうな。あ、そういうのですよ感動する。赤塚、先生知ってます。お前が3年間ひどいいじめを受けてきたこと。じゃあ助けてやれよお前。何が知ってます。先生ずっと見てましたよ。見てねえで助けろお前。佐藤美穂、先生知ってます。お前は毎日一生懸命勉強してました。トイレの時もお風呂の時も先生見てました。ストーカーじゃねえか。みんなそんなとこ。直美、先生知ってます。お前がプール授業休んだ理由。言わなくていいよそんなの。デリケートな問題だぞ。言うなお前。山田。山田ってなんだよ。山田でいいだろ。先生知ってます。よく校庭に迷い込んでくる犬の名前。なんで知ってんだそんなもん。愛犬のジャクソンです。お前の犬かい。しないとき。そこのやつ。そこのやつで名前言えよ。先生知ってます。お前の名前。じゃあ呼んでやるよ。言いたくありません。なんでだよ。かわいそうだろあいつが。中島、先生は昔お前のお父さんと一人の女を奪い合いました。なんで今言ったんだそんなこと。気まずいわ。中野美香、第一印象から決めてました。メルトンかお前。佐々木、危険ですので白線までお下がりください。駅のホームでやってんのかこれ。井上、加藤、後藤。まとめんだよそこ。桜井、坂崎、高見沢。アルフィーか。カズ、ラモス、武田。メルディ、全盛期。志村、後ろ。ドリフか。宮崎、土幻化戦闘、いかん。東国丸じゃねえか。ダンカーン。武士じゃねえか。ラッキョ。誰がラッキョだよ。コンペーです。なんだお前。後半なんだコンペーですって。全然めちゃくちゃじゃねえかお前。ちゃんと卒業式やれよお前は。山下、お前は毎日ランニングでおにぎりばっか食べて。裸の大将じゃねえかお前。架空の生き物を。姫かぐや。やってたわ。稲葉、100人乗っても大丈夫か。物置かお前。じゃあお前やれや。40人。アコーローズかもらい飯。やった。電磁波。いやそれラップのやつじゃねえかそれ。駅前のお寿司屋さん行こう。いやそれバカな風だろさっきの。ダイナマ太郎。それもラップのやつだっつんだよ。お前はよく頑張ったからご褒美です。はい、黒ずきんちゃんです。グリルのお前が取ったんだよ。お前が取った。何してんだよこれ。中原、おじいちゃん亡くなって残念です。あ、これジージーバーバー。ガスな、消せ。稲川、怖い話してくれ。もういいよ怖い話。稲川ズボン、お前出てこなくていい。出てこなくていい。出てこなくていい。戻りなさいよ。どんだけ怖い話したいんだよ。ごめんよ。何してんだてめえ。ちゃんとやれよ卒業式。三浦俊和。はい。お前は3年間このクラスの担任として。俺担任。お前何なんだよ。コンペでいい加減にしろ。どうもありがとうございました。ということでね、今ね、勝手に今、本当ですよ、決勝でございますよ、決勝ということでね、もう頑張ってやっていきましょう、張り切って、そうですね、まあでもね、僕らもいい年でございますから、いい年ですよ、ね、子供なんか欲しいなと思います。あ、子供最近見たらもう可愛くてしょうがないね、双子可愛いよね、あ、双子可愛い、ザタッチとかオスピーさんとかね、そう言われると考えちゃうじゃねえか、お前、そう、だと俺、三つ子がいいよ、あ、三つ子、俺600つ子欲しい、買えるか、お前、おたまじゃくしか、何がだよ、手と足入ってきてるの、一番気持ち悪い時期じゃねえか、それでお前、一番気持ち悪い時期、やめてくれよ、そんなの、俺はでもね、一人でいいと思ってる、あ、一人でいい、だってさ、アンさんだったらいいけどさ、ナンさんだったら体力的に俺持たねえと思うんだよ。埋めねえよ。じゃあおかかで。いやおにぎりかお前は。誰が埋めねえよっつったんだよお前。埋むことできないよっつったんだよ。おかしいだろ会話の流れとしてお前は。うん、何を言ってんの。あ、そう。とにかく子供欲しいですよ。子供どんな感じ。僕はね、最初に女の子で、うん、次が男の子、うん、よく言うじゃないですか、一姫二太郎三ナスビ初夢か。ナスビいらねえんだよそれ。俺はでも一人で十分だね。あ、そう。男の子が欲しい。おでその子が大きくなって女になってほしい。特殊かお前。大変だぞ、そうなったら説明いろいろ親戚とかにしないけど。それは俺は回るよ、それは。あ、そう、うん、まあまあね。あと名前なんか決めるの大変だよ。名前、俺も決めてるけどね。決めてんの。うん、男だったら毒マムシ。特殊か、お前。三大湯にしとけ、せめてお前。女だったらイボンヌ。特殊かって、だから。イボンヌってどんな字書くんだよ、お前。胃袋の胃って書いて、うん、イボンヌ。特殊か、お前。読めるか、そんな当て字。読めなくねえだろお前は。いやでもいいですよ、でも赤ちゃんは可愛いからね。可愛いですよね、ほっぺがプニプニですからね。そう、あのプニプニのギューって泣かしたくなるんです。特殊かお前は。
泣かそうとすんじゃないよお前、ね、あと赤ちゃんの足の裏こちょこちょってると赤ちゃんがふわって笑うんですよ、ね、泣かしたいね。特殊過程だからお前泣かすんじゃねえよ。あと赤ちゃんの手の中に指をキュッて入れるとキュッて握るんですよ。あー泣かしたい。特殊かお前はよ。ちっちゃい手で握るのが可愛らしいでしょ。俺だって握れるよ。いや当たり前だろそんなもんお前。何を対抗してんだ赤ちゃんに。お前は俺だって握れるよギュッと。 みんな握れるわそんなもんお前は。俺もっと赤ちゃんだからね。みんなそうだよそれは。まだまだ若い赤ちゃんに負けないよ俺は。負けだよお前の、ね、何なんだよ。可愛いでしょ赤ちゃん。可愛いよ。だけど初めて喋ったりしたら感動するんだろうね。可愛いだろう ねはい、パーパ言ってごらん。パーパパーパ。水砂漠かお前。どこで教えてんだ俺よ。部屋の中で教えてるわちゃんと。はい、パーパ言ってごらん。パーパパパパパ喋っちゃったよお前。はっきりしゃ、いやサンダーバードじゃねえかそれじゃよ。いや動かなくていいよお前。こんな気持ち悪い赤ちゃん嫌だろうがよ。おいしかも清水明バージョンってなんだよそれ。いまいち分かんねえよそれ。もういいんだよ、やるノリノリでやんなくていいんだよ。パパじゃねえよ。普通の赤ちゃんやれよお前は。はい、パパだよ。パパパ言うの。パってくれ。パパパパ、そうそうそう、パパパーフェクト。お前だよ。いきなりパーフェクトじゃねえか発音まで。女赤ちゃん嫌だわお前。何を言ってんですか。とにかく子育て大変だろうけどね。大変だろうけど、ちっちゃい頃はいいけどね、大きくなってきたら大変ですよ。いやそりゃそうです。思春期なんか迎えたら女の子は大変だ よ。親父は心配しちゃうから、ね、そうですよね。男なんかと付き合いだして色気づいたら、うん、色気づいてくるんですよ。大変ですよ。おい化粧濃すぎるだろう。うるさいわね、ほっときなさいよ。高校生が化粧なんて早いんだよ。みんなしてるわよそんなの。だからってお前自分の息子は化粧してると思ったら。特殊か俺。息子かい。え女の子、女子高生。え女子高生です。特殊かお前。何がだよ。こんな女子高生いるかお前。坊主頭でお前セーラー服着て女子高生ですって。いやいやこれは漫才気持ちが悪いよお前。設定だからしょうがねえだろ。リアリティがないお前女子高生。俺が女子高生やで。お前だって短いじゃねえかよお前。橋田須賀子見て頭しやがってるんだもん。じゃあ俺橋田須賀子やるからお前えなり君。なんで渡る席にやんなきゃいけないんだよ。だってしょうがないじゃないか。お前がえなり君やっちゃってんじゃねえか。10点のモノマネでよくできんなそんなもん。えそんなんじゃないんですよ、まあ、女の子大変だけどね。心配ですけども ねそうな。男の子も大変ですよ。反抗期とか来たら口悪くなるんですよ。そりゃそうですよ ねおいババ小遣い値上げするれ。なんて口聞くの。42にもなって特殊か俺。なんで42で小遣いせびてんだお前は。15、6だよ。なんなの年数そのだらしない制服の着こなし。うっせえな。ズボン下げすぎじゃない。なんだ恥ずかしくないの。ティーバッグ丸見え。特殊か俺お前。なんでティーバッグ履いてんだこれ。母さんのティーバッグじゃない。特殊かお前も。ほらやっぱりうんこがついてる。いや汚いなお前。なんでうんこついてんだお前はよ。そんなんじゃないんですよ。とにかく暴れ出すんですよ。そう暴れ出したらもう母さんじゃ手に負えない。手に負えなくなりますからね。そうなって親父が出てくるんですよ。親父が出てくるんですよ。クソババア何部屋勝手に掃除してんだよ。おい母さんに向かってなんて口の利き方だ。そうよ年数謝りなさい。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。なんだその口の利き方。うるせえんだよ年数謝って。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。冗談じゃねえや。なんて口聞くんだ年数。うるせえな。俺がなんで謝んなきゃいけない。関係ねえだろうがよ。母さん大丈夫か。大丈夫だけどか。でもややこしいわ。なんか何役やってんだ俺。これぐる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 役変えんなよお前。一個にまとめとけや。おじいちゃん黙ってて。ああそうか。誰がじいさんだよ。じいさんやってねえよお前。戦争の厳しさ。さっきのじいさんはいいんだよ。何回出てくんだあのじじい。あんな悪じじい。いいんだよ。とにかくそういう暴れ出すんですけどね、うん、暴れ出すんですよ。他にもねやっぱり最近多いのはね、うん、引きこもりですよね。あー引きこもりはね大変らしいですよ。部屋から出てこない。どうする自分の子供が引きこもったりしたらお前。いやそれはね俺はすぐ引っ張り出す自信ありますよ。自信ある。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとやってみようや。どんどんおい出てこい。やだね。何やってんだ。出てきなさい。違う違う。やっと出てきたな。いや違う話聞いてた今。いや話の中で何やってたんだ部屋で。いや何やってたんじゃなくてこもりっぱなしで。いや違う俺が親父でお前が息子やってっていう話だよね。何意味わかんない。いや意味わかんないじゃなくて父さんは俺だろ。いや違う一回頭おかしくなったのか。いや頭じゃ母さん病院に行けや話を。親父に向かって電話したな。いや親父じゃねえんだよ。一回待て。一回役から出てこいお前。一回出てこい話になんねえから。どうして出てこいっつうのお前。役マサいやもういいんだよ。役に引きこもれって言ってねえだろ俺別に。いや出てきてんじゃないよお前すって。役に引きこもるんじゃないんですか。違うよ俺が親父でお前が子供を引きこもりという。なるほどね。それを引っ張り出すから。あでも大変らしいよ引きこもったらなかなか出てこないから。大丈夫俺ハートで当たって。ハートで当たってよ。頼むわ。高弘出てきなさい。ダン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 。ガチャパパ。いや出てくんじゃねえよお前。パパパパじゃねえよお前。パパ遊ぼう。いやパパ大好きっ子じゃダメなんだよ。パパ出てきたの。いや違うんだよ。やっと出てきたのパパに会いたくて。引きこもりをやってって言ってるから僕に引きこもれって言う。いやそういうことじゃねえんだから。引きこもりの楽器をやれっつってんだろてめえ。てめえ。いやてめえ
いたいよパパ。いや違うんだ、だからパパ大好きっ子じゃなくて引きこもってる子供を俺は引っ張り出すから引きこもっとけ。どん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 じゃパパ出てくんな。いやだから違う、だからひどいよ、僕はパパが好きなのに。だから役から引きどうして暴力を振るうのパパ。うるせーな。あパパもう拉致はおかねえわ。違う、パパのことをあまり好きじゃない子供をやって、こんなにだから出てこいて。パパあのパパお前パパしか言ってないけど俺いろいろな言葉言って疲れてんだ俺。もうヘトヘトだ。お前はパーパーでいいかもしれないけど。いやだから違うんだよパパ。いやもういいよ気持ち悪いな。もういい、サンダーバードじゃねえんだよこら。おいなんでそれだけノリノリなんだお前よ。じゃあ引きこもりの子供で俺が引っ張り出すからガチャガチャやらして。なるほど分かった。疲れるわお前。どんどんどん開けなさい高弘。ガチャガチャ開けろ、ガチャガチャ開けなさい。横かよお前それよ。俺が恥ずかしいじゃねえか、横に引くのはどうとかどうとかって。なんだよやってんだお前、いつまでこんなこと続けんだ。飯も食わないで、ほら母さんがお前の好物作ってくれたぞ。これは豚の顔甘く煮たやつ。特殊かお前。何食ってんだうちの家族よお前。なんだよお前、唐揚げがなんかでいいんだよ。どうしてこうなったんだ。学校で何かあったのか。いじめられてんだ。いじめ、誰にだ。教頭先生。特殊かお前。給食のおばさん。特殊かっつってんだよ。学校の近所のおじさん。特殊かもう学校関係者でもねえじゃねえかお前。クラスメートにしとけ。クラスメートだよ。ああそうか、どんないじめされてんだ。上履きを隠されたのか。シークレットブーツにされた。特殊かお前。どんないじめだよそれよ。上司が見ている前でズボンを。これはひどい。裾上げされた。特殊かお前。別にいいだろそんぐらい。クラスのマドンナに勝手にラブレターを出されて。なんだって。うまくいって2年間付き合わされた。特殊かお前。恋のキューピッドじゃねえかそうなったらお前。俺のことが雑誌に6ページも載った。は特集か。何が。いやいや俺知らねえよ。しかもそれが全部墨で書かれてた。墨汁か。いやだから何がって。今年で還暦60か。いい加減にしろ。どうも。はい、ねえもう本当にあれですけどもね、でもね最近ね、はい、あのおかげさまで日本全国からねあのファンレターなんかをいただくようになったんですよ。そうですね、おかげさまでいただくようになりました、本当にね。その中でねあの結構記憶に残ってるのはね、トシさんのツッコミってかっこいいですねとかね。あなるほどね、いいですね、本当嬉しいですね。いやでもねそれそうですよ、それは僕もねよく聞きますよ、友達とかね芸人仲間とかからもね。あそこお前の相方のツッコミも関東一だねとかね。いやすごいうまいらしいねお前。何も出ないよそんなこと言ったって。お前うまいよお前。いやまあまあまあね皆さん期待してるから。いやそりゃそうだ よ右腕がうずいちゃってる。行くよ今日も。いや行っちゃったよ。いいね乗ってますよ。イエーイ。今日は行くよ。まあいいもう乗っちゃったから。これ手つけられないよ。うちの父ちゃん乗っちゃったら手つけられないからね。誰か止めてよ本当に。本当にね止めてほしい。まあでもね、はいはい、夏でございますけども、ね、夏だね。夏といったらいろいろやりたいことがございますからね。いやいっぱいありますよ、夏といえばイベントの宝庫ですからね。もう海水浴とかね、海水浴プール行ったりね、キャンプとかね、花火大会とかもね、花火大会ありますけども、うん、あなたが一番やりたいのは何。お祭り。うん、お祭りがね、うん、僕大好きなんですよお祭りがね。お祭りはね俺も大好き、うん、だってねあのお店がいっぱいあるんですよ。お店いっぱいありますよ。それはね金魚すくい、ヨーヨー釣りとかね、お面とかね、あとなんだ焼きそば、焼き鳥ね、お好み焼きありますけれども、あなたが一番好きなお店は何。わたあめ。うん、わたあめがね好きなの。わたあめはね美味しいから、美味しいもん、ね、うん、俺も大好き、うん、大好きでしょ、うん、まあでもね、うん、お祭りよりはね、うん、僕はやっぱり夏って言ったらやっぱり海水浴ね。海水浴が楽しいね、まあでも僕ら北海道出身なんで ね、 そうなんですけどね、北海道になってて短いんですよ、うん、で海に入るのともね、そうそう1週間とかないぐらいなんですよね。ないんですよね、うんうん、だからあんまりね思い出がないんですよね、うん、うん、いやでもね、うん、そうなんだけど、うん、まあ海水浴って言ったら一般的にはねいろいろな楽しみがある。一般的にはねそれありますよ。スイカ割りなんか楽しいですよ、うん、あれはね。スイカ割りね、やったことないですね。俺もないからね、別にないんだけど。ないでしょ、うん、俺もないけど、うん、ね、じゃあ、うん、あれだ、ビーチバレー。ビーチバレーね、やったことないね。あちけー、俺もねえもんだ。あんまりやんないね。やんないよね、うん、俺もやんない、うん、ああいうのは。うん、そうかそうか、うん、ではじゃあね、うん、なんですかあのキャンプなんか楽しいね。キャンプは楽しいよ。キャンプは楽しい。みんなでほんと係を決めるからね。係決めたね、うん、俺炊飯係、炊飯係、俺はじゃあ火を起こす係、俺はね水汲んでくる係とかね、やってたけども、あなたは一体何係。テント張る係。うん、そうかね、テント張る係。難しいからねあれは意外に。いや、あのねテント今簡単なんだって。あ、そうなんです、簡単、誰もやってください。うん、誰もできるから、子供でもできるって言いますからね。そうそうそう、うん、そうか、うんとね、じゃあね、うん、あの子供の頃
ね、いろんな遊びありました、子供で。あったよ、楽しい遊び。ね、いろんな遊びありましたけどね。かくれんぼとかね、影踏みとか、ね、高鬼とかね、いっぱいありましたよ。あったけども、あなたは一体何で遊んでたの？だるまさんが転んだ。そう、俺もね。あれが楽しかったのよね。あ、じゃあ、ひとつさんにやってみようか、ちょっと、あの、昔の遊びを。そうだね。じゃあ、かくれんぼやろう。お、かくれんぼ。よし、じゃあ、俺鬼やるから、隠れてよ。よし、わかった。変なとこに隠れるんじゃないよ。よし、よ。もう一回。まだだよ。もう一回。まだだよ。もう一回。もういいよ。あ、どこかな。押し入れかな。いねえだ。物置いねえな。冷凍庫死んじゃうか。な。どこかな。どこにいるのかな。まいったら、コウさん一体どこにいるの。ここだよ。何やってんの。お前あそこ一体どこなのよ。いやだからその壁の裏だよ。何やってんの、うん、お前壁の裏ってあれ一体どこなの。だから壁の裏だって。何やってんの。全然探しに来ないじゃん。面白くねえよ全然。何そこでさ、なんかパントマイムみたいにやってんの。探しに来いよ。何自分からやろうって言ったんだよ、うん、何考えてんの。あそこ一体何なの。だから壁の裏だよ。何回も言わすなよお前。全然やったことあんの、かくれんぼ。いや、あるよ。全然分かってないじゃん、ルール。やっぱね、だるまさん転んだのがいいんですよ。よし、だるまさん転んだやろ。面白いかな、それ。大丈夫かな。おお、面白い。面白いのね、うん、面白いんだったらやる。面白いよ、頼むよ。うん、面白いんだからね。じゃあ行くよ。お、だるまさんが転んだ。あ、動いた。あ、いや、全然動いた。何やってんの、ルール知らないの、だるまさん転んだの。動いちゃダメなんだよ、見た時に。全然動いてたじゃん。まあ、動いたけどね、じゃあもう逆変えても大丈夫かな。面白いかな。いや大丈夫だって、俺得意だから。面白い。面白い。面白いのね、うん、面白い。面白い。お前動くんじゃないよお前、こっちはすぐ動くんですよ、うん、よし、じゃあ行くよ、だるま、はい、タッチ、はい、全然弱くね。何それ、普通にそんな油断してたらすぐタッチされるよ。遊びはもういいや、うんうん、昔の遊びとかもういい。だってもう大人だもん、まあ、僕らだと大人ですから。そうだよ。もうね、一般常識をね考えなきゃいけない。一般常識ね、なかなか言えないからね。そうだよ、うん、知らないことがね結構あるんですよ。結構あります。例えばね、えと、あ、えとね、あれ12個あるからね。意外に言えなかったりすんのよ。自分のしか覚えてない場合がどこ。そうそうそう、ね、あなた言えるかな、うん、僕は言えます。言えるのね。はい、12個あるから頼むよ。はい、わかりました。じゃあ行きましょう、はい、スタート。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、すじ、さる、とり、いぬ、い。言えた、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 言いますよ、こいつは。そういうのは言ったよ、うん、間違いません。お前はできる、うん、うん、俺は分かってた、うん、そうか、うん、じゃあね、ことわざなんかどうかな。あー、ことわざってほら日常であんま使わないからね。結構できないね。ど忘れしてる。ど忘れしてるんだ、うん、じゃあもうすぐ、あ、もうすぐ行くよ。俺が言ったらすぐ次続いてよ、うん、行くよ、転ばる先の杖、うん、まあこれはね簡単だから、うん、2階から目薬、急がば回れ、豚に真珠、猫に小判、泣き面に蜂、馬の耳に念仏。完璧だなお前な、さっきから。完璧だな。うん、ごめん。トラヌダヌキの。あ、それわかんねえわ。あ、わかんない、うん、じゃあ言ってみよう。それ習ってないわ。習ってない、じゃあ言ってみよう、うん、トラヌダヌキの、はい。いや、わかんない。うん、それわかんないんだって、うん、俺習ってないから。わかんないでしょ、わかんないけど、うん、だって習ってないからわかんないんだもん、うん、そうか、だから教えて、うん、答え。じゃあ、まず言ってみよう。いや、まず言ってみようって、だって習ってもいないのさ、言って当たると思う。言葉ってすごいいっぱいあるんだよ、うん、そんなから何、うん、俺がさ、うん、選んでパッて言って当たると思う、うん、答え教えて、まあ、でもわかんないから一度一回言ってみて。一回言って、わかんないからこそ言って。頼む、トラヌダヌキの川さんよ。あ、合ってたんだ。あ、合ってたんだ。いや、不安だったね、なんか迷ってたもん。あ、分かんないから。そうそうそう、自信なかった、ほら、恥ずかしいからさ。あ、うん、あれ漫才中にね、こんなこと言うのもあれなんだけども、うん、面白い話してくんねえかな。あ、面白い話、もうこれがボケボケの、もうこんなこと俺言いたくないけども、うんうん、右腕がもううずいちゃって、うん、あ、はいはい、こいつが黙ってない。あ、そっか。おい、仕事してないよってね。あ、うん、なるほど。
分かってくれた？分かった分かった。ごめんね、うん、こんなこと言って。それ言ってよ先に。うん、ごめん、うん、じゃあ、いや、あのね、うん、これすごい面白い話なんだよ。おお、うん、あのね、僕のね、隣にね、夫婦が住んでるんですよ。ほうほうほう。ほんでね、そのね、旦那さんがね、一回この間外でね、なんかこんな動きしてた。おかしいよ、何やってんだろうと思ってね、パッて近く行ってね、パッて見たらね、土食ってるんですよ。何何それは。ほんでね、旦那さんに直接ね、あの、何やってんのって聞くの怖いから、怖い怖い、奥さんに聞いたんですよ。あのね、旦那さんがね、土食ってましたよって。そしたらね、あのね、奥さんこう答えたんですよ。なんて言ったのよ。あのね、うちの旦那は3年前からアルツハイマーになっちゃった、若年性だって、ボケてたんですって。ボケろよ。おめえボケてくるの一回もつかめないじゃねえか。ボケろ。忘れてたんか。これがね、あの、うちの不動産のおすすめ物件となっておりますから。なかなか立派な建物ですね。いや、そうですよ、本当にお客様の条件すべて満たしておりますから。あ、本当ですか。はいはいはい、はい、じゃあの防犯なんか大丈夫ですか。あ、もうバッチリです。縦横のチャックを開けたらスッと中に入ります。テントを勝つんだよそれ。入られ放題じゃないそれ。下がりすぎますよちょっと。あ、一応鍵は2つついてますけどね。あ、26、それは安心ですね、はい、あとあの、窓も2枚重ねとなっておりまして二重差し、それは静かでいいね、はい、家賃の方も私と大家さんの両方から、うん、二重世紀バカ野郎お前。二重席そこいらねえんだよ。冗談ですよ。何すか冗談って、じゃあちょっと中入ってみましょうか。ああ、入りましょう、ね、入りましょう。はいはいはい。へえー、なかなか立派だな。はいはいはい、どうぞどうぞ。あ、はいはいはい、ほうほう、なるほど、なるほど、こうなってるわけですね、はい、あ、そういえばさ、今日泊まっていける？彼女か。何言ってんだよあんた。あ、大きめのスウェット出そうか。彼女かっつってんだよ。明日朝早いけど気づかず。彼女かってうるせえな。なんでここあんたんちになっちゃってんの。まあまあ冗談ですから。冗談って何なんですか、それ。気にしないでください。どうですか。あ、はいはい、でも意外に広いですね。まあ、天井は高くてね、筒抜けになってます。吹き抜けみてに言うんじゃねえよ。どこに情報漏れんだよ。あとね、下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ。昔かお前。なんだよそんなもん。日当たりはもちろん、風当たりも抜群です。冗談じゃねえよ。風当たり強かったら。あ、そうですか。言ってんすか、うん、まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか、作りは頑丈なんですか。はい、そこはもうがっちり頑丈に作っております。あ、そうなんですか。それだけは手を抜いておりません。へ、実は私には2人の兄がいたんですよ。はい、作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました。え、藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり。3匹の子豚かお前。3匹の子豚じゃねえかおめえよ。私末っ子ですよ。知らねえよそんなもん。お前レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろてめえ。あとトイレの方ですね、うん、和洋中から選べますけど。中ってなんだよそれよお前。中華ですよ。洋式でいいよ。洋式 で, 洋式でいいですか。あ、分かりました。キッチンはキッチン。あ、キッチンはこちらなんですけどもね、おうおう、このグリルで魚焼いたりできますし。あ、いいねこれ。今ですとですね、この小型のフライパンに万能包丁3つついてきます。通販勝つだよ。何よそんなもんよ。あと火を起こす際には下にですね、板と棒があるんでそれで起こしてください。原始人か。クロマニヨン人か。誰が誰がクロマニヨン人だてめえ、こなるろ。ごめんなさい、冗談です。冗談じゃねえだろ、これ叩いたろってめえ。冗談ですから、そんな。冗談じゃねえだろうが。ほんで見てくださいよ。ほんで、まあまあまあ、いいや、はいはい、こういうのは分かったけどさ、はいはい、この最寄り駅からどれぐらいかかるの。最寄り駅からですとです、電車で5分ぐらいですか、ね、バカか、お前。なんで駅まで電車で行っちゃうんだ、おめえよ。ああ、すり足で10分で。力士勝つんだ、お前。二人三脚で15分で。やらねえよ、そんなもん。30人、31脚だと15分。子供たちか、お前。やってたんか、そんなこと。結構早いんですよ、あれ。早いんですよ、じゃねえよ。徒歩でどんぐらいっつってんの。徒歩で5分ぐらいですかね。ああそうなの。冗談です。冗談なのかよ。いや、ロップ買わねえじゃねえか出しててめえ、ああそうか。そうですよ。まあまあまあ、うん、駅からも近いし。どうしますか。決めちゃおっかな。あ、お目が高いですね、まあでもですね、あらかじめご了承いただきたいんですけども、うんうん、ごくまれになんですけどね、うんうん、押し入れにね、全く知らない子供遊んでますけど無視してください、うん、できるわけねえだろ。おまけでねえかそんなもん。お前は階段ですよ。いや階段ですよじゃねえ。そこ冗談ですよって言ってくれよお前。冗談ですよ。冗談なんか、はいはいはい、あ、じゃあまあまあまあ、場所もいいし物件も気に入ったし、うん、はいはい、借りちゃおうかな。あ、借りますか。うん、困ったな。え、ちょっとね、貸せないんですよ。はあ、全部冗談だったんです。いい加減にしろ。釣れるかな、こうキュッてな、キュッて。いや、おお、よろしくお願いします。ようこそ豪華客船タイタニック号へ。どこがだよ。ただの釣り船じゃないですかこんなの。いやいや、ただの釣り船と思ってもらっちゃ困るよ。どこがタイタニックなんですか。床に穴が開いてすぐ沈むんだから。どこ一緒にしてんだよ。勘弁してくれよ。タイタニックってやつ。タイタニックってじゃねえよ。皮肉だよ多分。いや皮肉だよじゃねえよ。何言って、大丈夫なんですかそんな穴開いて。これ大丈夫だよ。穴はねしっかりとね、あの一升瓶で塞いであるから。何で塞いでんだよこれ。奇跡的にねすっぽりはまったの。知らねえよ。俺の好きな芋焼酎なんですよ。いや知らねえよそんなんで。大丈夫、沈まないですかそれ一升瓶なんかで。そんなことよりな、今日は荒れるぞ。